こんにちは。今日もご覧いただきありがとうございます。いつもはホームゲームの開催時にスタジアムからお届けしていますこのコンサドーレ TV、 本日はこの後アウェーでキックオフとなります2022明治安田生命 J1 リーグ第33節サンフレッチェ広島対北海道コンサドーレ札幌戦をダゾーンで観戦しながら皆さんと一緒に応援していきたいと思います。この企画がですね、8月7日にも一度開催されまして、なので今日で2回目ということになりますね。本日配信の MC を担当させていただきます、私ハイジです。どうぞよろしくお願いします。さあ、そして MC といえばこの方。はい、皆さんこんにちは。コンサドーレリレーションズチームキャプテン兼スポーツダイレクターの川合隆二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。隆二さん、試合がない週末続きまして、はい、もう私そわそわしながら今日ここ来ましたよ。隆二さん、どんなお気持ちで？この2週間やっぱ退屈だったんですね。そして今日の試合、非常に大事な一戦になるので、はい、まあ、今からドキドキワクワクしています。はい、ぜひ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして本日は素敵なゲストの皆さんにもご登場いただきますよ。まずはこの方、今回もお越しいただきました北海道コンサドーレ札幌 OB 羽賀博信さん。皆さんこんにちは。羽賀博信です。この間配信では声が小さいと言われたので、今日は大きい声目指して頑張ります。よろしくお願いします。羽賀さん、声が小さいというよりかは、はい、ご自身で声が小さいでおなじみって自己紹介してましたよ。前回のね。今日どんどん意識してないですけどね。調子はいかがですか？今日マイク近めで頑張ります。最高です。今バッチリ聞こえております。はい、今日もよろしくお願いします。そして続いてはニューフェイス、コンサドーレと同い年、コンサポ木村真帆さんです。皆さんこんにちは。 ARG でラブコンサドーレという番組のパーソナリティをしています、コンサポ2年目の木村真帆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コンサポ歴2年目。はい、まだまだ新人ですね。1年目の時にお話を伺った時、真帆ちゃんが言っていて印象的だったのは、はい、声出し応援を見たことがないっていうお話をされてたじゃないですか。はい、うん、それで今シーズン、まあ、一部スタジアムでは声出し解禁になりまして、はい、どうでした？もう鳥肌でした ね。もう早くそっちに混ざりたいんですけど、まだなんせ2年目、声出し1年目なので、うん、ちゃんとが歌えないんですよ。だからちょっと覚えなきゃ。来季の目標がちゃんと覚える、うん、なってますね。ちゃんと覚える。早めだな。いいですね。ちゃんと覚えるように、はい、羽賀さんからもいただきましたので、わかりました。はい、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでこのメンバーでお送りしていきますが、今日はですね、いつもチームを応援してくれている皆さんと、アウェーゲームはクラシックを片手に飲みながら観戦しようということで、本日はいつもとは一味違う形の配信イベントとなっています。今日私たちがお邪魔しているのはですね、クラブパートナーでもあります e スポーツを楽しめる道内最大級の施設 e レボさんから配信しているんです。リュウジさん、はい、e レボさんといえばですよ。はい、お願いします。といえばですよ、僕番組でコンサラボという番組をやらせていただいているんですけども、この収録がイーレボさんで行われてるんですよ。はい、そこで、河合所長と僕の、足のサイズのハンバーグが出てるので。あれ、そんな普通なご紹介でいいんですか？僕の足のサイズのハンバーグ入りました。ありがとうございます。どうも、絶好調です。絶好調。パソコン、スマートフォンちょっと音量大きくしてた方ね、びっくりしちゃいましたね。申し訳ございません。ごめんなさい。ハンバーグもありますし、あと今日はパブリックビューイングも行われておりまして、初めての試み満載ですね。そうなんですよ。うん、ただ今パブリックビューイングの前説をさせていただいたんですけども、ええ、非常に緊張してます。リュウジさんが？俺がね。それはどういう緊張だったんですか？なんだろう、 MC もいない中でこう前説っていうのは初めてだったので、ちょっとやっぱ改めてハイジの凄さを感じてます。いやいや、そんなことないんですけれども、羽賀さんと真帆ちゃんと私もパブリックビューイングにご参加いただいている皆さんの前でご挨拶をさせていただいてね、一緒にグラス合わせたりなんかもしましたけれども、うん、そんな今日はパブリックビューイングも行われています e レボさんからお届けしていきます。で、今回この配信が行われることになったのは、8月7日のアウェイで開催されました湘南ベルマーレ戦。このライブ配信がもう、うん、もう
好評だったということで、いや嬉しいな快勝だったからね。そうなんです、あのその日はですね5対1で勝利、湘南ベルマーレ戦でございました。羽賀さん、あの時は振り返ってみていかがですか。あの時はもうラッキーでしたね、僕的には。で勝ったらもう1回っていうので、はい、今回実現して、なんかさっきお話しした方によると負けたら終わるっていう話なので今日は絶対に負けられない戦いです。羽賀さんにとってもそうですね、はい、クラシックをたくさんいただくというところでは、はい、今日がですね、あの札幌ビールが運営するウェブサービススタンカンパニーにご協力いただいております。スターカンパニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あの本当にスターカンパニーさんのご協力のおかげで成り立っておりますので、今日も勝利のためにここにいるメンバー、そしてライブ配信をご覧いただいております皆さんと一緒に応援をしていきたいと思います。よろしくお願いします。しかもですね、オンラインイベントの最中に豪華景品が当たるキャンペーンのご案内が2回あります。2回。そうなんです。今回はキックオフの直前とイベントの最後、キャンペーン2本立てとなっていますので、ぜひ試合終了まで一緒にお付き合いください。さあそれではスタッフお願いします。イエーイ。ということでですね、リュウジさんと羽賀さんと私はですね、キンキンに冷えた札幌クラシックをいただいていきます。そして真帆ちゃんにはですね、札幌産の赤ワインです、グランポレールのヨイチピノノワールという赤ワインご用意いたしました。似合いますね。似合いますか。似合います。いやそれと褒め言葉ですね。褒め言葉ですもちろんありがとうございます。真帆ちゃんの顔の方がちっちゃいんじゃないですか、グラスより。本当それぐらいの感じです ね。グラスが大きすぎるんだ結構大きい立派なグラスを。石原裕太郎モデルなんで。裕太郎モデル、裕太郎の方なんですね。裕太郎モデル憧れるねあ、顔の近くにあるとよりいい感じに見えますね。今日はこちらで皆さんで飲んでいきたいと思いますが、この配信はですね、グラスを合わせる時のいいワードがあるんです。前回5対1で勝利しましたから、そのワードを今日も使っていきたいと思うんですが、今配信ご覧いただいているあなたもですね、ぜひグラスをお持ちになってスタンバイお願いいたします。この後私が突き進めと合図をさせていただきます。その後にコンサドーレと続いてください。合図は突き進め、コンサドーレです。まあ、まずは私がやらせていただきますけれども、はい、今日も得点決まるたびにどんどん皆さんにもやってもらいますから、ぜひよろしくお願いしますね。言いたい、これもういっぱい言いたい、ね、いっぱい言いたい言わせてください。それでは皆様グラスをお持ちいただきまして、はい、いきますよ、はい、突き進め、コンサドーレ、いただきます。いただきます。美味しい。美味しいですね。リュウジさん、改めてクラシックお味いかがですか。いや美味しいですね。これはやっぱり北海道限定ですからね、本当に北海道に来て一番良かったなって思うことの一つですね羽賀さんは今日はあのスタート前からお飲みになられてましたが、いかがですか。今日2杯目なんですけど、やっぱり味のチェックして、今回本番でいただいたやっぱクラシックはまた別物だなと思ってます、うん、味のチェックだったんですもんね、はい、練習しないとね、試合に臨めない何事もね、はい、ウォーミングアップ、はいはい、あと一応今あのご申告ありました2杯以上飲まれてましたけれどもね私もちょっと見えた気がしましたよね。グラス空になったのもうちょっとあったかなっていう今日は絶好調でございます。よろしくお願いします。さあここで改めて前回8月7日の配信に引き続き本日ご協力をいただいております札幌ビールスターカンパニーさんについてご紹介をさせていただきます。北海道といえば知らない人はいないと言っても過言ではないのが、この美味しい札幌クラシック。札幌クラシックを作っているのは札幌ビール株式会社です。その札幌ビールさんが2021年から開始したお酒を愛してやまない大人たちが集まる札幌ビールと札幌ビールの新たな会員ウェブサイト、それが札幌スターカンパニーです。サイトを会社、そして会員の皆様を社員に見立てまして、メーカーとお客様が協力しながらさまざまな企画に一緒に取り組んでいく、そして一緒にお酒を楽しむと画期的なコンテンツとなっております。
前回もこの札幌スターカンパニーさんのサイトについては触れさせていただきまして、まあ、例えばしっかり知っていると思っているこの札幌クラシックのまだまだ知らない情報とか、うん、他にもたくさん作っているお酒の情報なんかも見ることができます。今ここでせっかくなのでサイトを少し一緒に覗いてみましょう。はい、みんなで見てみましょう。こちらです。はい、スターカンパニーはですね、副業をモチーフにしているということで、メニューが業務依頼とかスタカン頼り、社内イベント、社内検定といいました、会社に見立てたユニークなコンテンツがずらりと並んでおります。今見てもらってるのがこちらウェブサイト、スタカン頼りと書いてありますね。でどれも気になるんですけれども、第1回でもご紹介しましたそのスタカン頼り、新しい記事が出ていると伺いましたので、そちらをちょっと見させていただけますでしょうか。はい、スタカン頼り、札幌ビールの商品の裏話ですとか、ものづくりへのこだわりなど、ここでしか読めない情報を記事にまとめているんですけれども、本日はですね、ホップといえばの上富良野の農家さんについてまとめられた記事、今一緒に見ていただいております。イラストもついておりまして、とっても読みやすそうですよね、うん、で最近お店でよく見かけます、飲んだという方も多いんではないでしょうか、ソラチ1984というビールもですね、実は上富良野で開発されたホップでできているそうです。香りがとってもよくて私も好きなんですけれども、リュウジさんは飲んだことありますか？もちろんあります。お、さすがでございます。やっぱりあのソラチが置いてあるところ、ちょっとテンション上がりますね。うんうん、わかります、わかります、はい、もうすぐソラチ飲みたいって言っちゃいますもん。そうですよね、ソラチとクラシック、クラシックとソラチ、もう挟んでやってますね。上富良野のホップ農家、そしてソラチ1984、気になった方ぜひこちらで読んでみてください。さらに今日はですね、もう一つ社内検定というコンテンツも見てみましょう。コンサドーレと札幌ビールについて学べるクイズがあるんですけれども、社内検定といえば羽賀さん、羽賀さんですね、やりますか。いいですか、はい、ありがとうございます。あの今日はですね、こちら、はい、クイズでございます。コンサドーレと札幌ビールについて学べるクイズということで、これから全部で3問出題されます、はい、連続でお答えいただきまして、最後正解数に応じて検定結果が出ます。ぜひ今配信見ていただいている方も一緒に考えてみてください。それでは行きましょう。第1問、コンサドーレ札幌がチームの愛称となった年は次のうちどれ。 A1935年、 B1993年、 C1996年、 D2000年。 簡単だろすっごい考えてる。 A の時って C ですね。C、はい、それでは続いていきましょう。第2問、現在北海道コンサドーレ札幌の選手の中で最も足のサイズが大きな選手は 29.5 センチである、この選手は誰。 A 菅野貴則選手、 B 中島大花選手、 C ドーグラスオリベイラ選手、 D 岡村大八選手。あ、これもうすぐですね。 E の河合隆二。正解正解でございます。河合隆二さん30センチなんでね。あ、そうですね、はい、これがボケたかった俺C ですね。 C にしておきます。 C ドーグラスオリベイラ選手。じゃあここは、まあ、身長も大きいんで C ドーグラスオリベイラ選手でいきましょう、はい、続いて最終問題です。ドン、現在 J112 位の北海道コンサドーレ札幌、過去 J1 での最高成績は何位。A1 位、 B2 位、 C4 位、 D7 位。理想は A で現実は C。 それでは現実の方でお答えさせていただきます、はい、検定結果見てみましょう。どうぞ。じゃじゃん、あなたはスタカン社長です。社長、スタカン社長。社長は正解数これは全部合ってたということ。合ってた。羽賀さん、おめでとうございます。足のサイズ合ってた。足のサイズ合ってましたすごい。どうぞ、でかいんだね。少し1問ずつ、ね、あの解説をしていきますと、まず1問目、コンサドーレ札幌がチームの愛称となった正解は1996年ということで C です。1935年というのは創部ですね。この時は
東芝のサッカー部としてということでしたから総部となります。そして96年に札幌へ移転しまして、チーム名がコンサドーレ札幌ということになりました。続いて2問目です。ここの問題が一番自信はなかったですかね。今一番足の大きな選手というのは C のドーグラス・オリベイラ選手。ちなみに他の選手の足のサイズはですね、菅野選手27センチ、中島選手 28.5センチ、岡村選手が29センチ。まだまだですね。やっぱり30センチの男が言うと違いますね、はい、ちなみにまこちゃん足何センチですか？私 22.5 センチです。ちっちゃい。そうなんですよね、歩き始めぐらいじゃないかな。まこちゃんとりゅうじさんこれ並んだらいい写真撮れそうですね。本当ですね。そして最後の問題です。現在 J1 は12位の北海道コンサドーレ札幌、過去 J1 での最高成績は何位？正解は C の4位。ただ目標理想としては羽賀さんもおっしゃっていただいた通りに1位でございますよ ね、 すね、はい、ぜひこれからも熱く応援していただきたいと思います。突き進めコンサドーレ、これが今日のキーワードでございます。ということで今見ていただいている方、一緒にちょっと、ね、できなかったよという方は改めてウェブサイトの方で見ていただきたいと思います。こちらのクイズをはじめですね、他にももっともっと札幌ビールさんとコンサドーレについて詳しくなれるコラボクイズもありますので、ぜひやってみてください。さあということで、現在時刻は2時47分、キックオフまでお時間も近づいてまいりましたが、美味しそうなお料理がやってきました。もういい香りがしてますよ、ね、なんだろう、すごい美味しそう、ね、テンション急に上がってるじゃないですか。だって3時だよ、はい、皆さんも今の時間もちろんね、飲みながら進めていってくださいね。私たちの目の前に来ましたこの美味しそうな料理ですね、ちょっとカメラの方で向けさせていただきましょうか。今日はなんと配信場所をお借りしていますクラブパートナーイーレボさんからご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず画面に映っておりますこちらがレボザンギというものでありまして、お店では6種類お味を提供しているそうです。ヤンニョムとかハニーマスタードとか塩レモンとか、本当にね、どのお味もいそうなんですが、今日はハーブソルト味、こちらをご提供いただきました。お一つ600円がお皿に乗ってね、ドンとくるんですけれども、今日は皆さん別々で取らせていただいております。いただきますか？はい、いただきます、はい、それでは皆様レモザンギ食べてみてください。いただきます。いただきます。お、じゅわっと、うん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 、サクサクですね。今本当に真帆ちゃんが、ね、言葉を出すまで誰も何言ってるか分かんなかったですね。サクサクだね。中はジューシーですからね。そうそう、フォーク入れた時にジューシーの分かりましたもんね。すごい柔らかい、うん、これはもう無限残悔かもしれない。中までしっかり味がやっぱり染み込んでるので、うんうん、ずっと食べても飽きないですね。ね、札幌クラシックじゃないですか。こちらはいただきますね。食リポの達人いるかもしれないね。一応職業としてやってますからね。そうでございます、はい、うちのリュウジさんも負けてないんですけれども、うん、勝負しますか。勝負しますか。じゃあ続いてのドーレカ焼きで勝負していただこうかな。いやいやいや、ということでハガさんもやってくださいね。いや、もちろん私ハガさん抜き前提ね。ハガ、うん、さん、ハガさんもやってください、ね、クラシック担当ですからね。それでは続いてはドーレくん焼きです。わあ、かわいい。ドーレくんのおやきですね。4種類の味から好きな味を選びいただけるんですが、クリームチーズとかチリミートとか甘いのもしょっぱいのもありまして、今日は粒あんをご提供いただきました。ありがとうございます。お店だと1個150円でご提供いただけます。ということで、まあ、皆さん一緒に食べますが、はい、食べた後にはリュウジさんとマホちゃんの渾身の食レポをいただきたいと思いますので。まずドーレくん食べられないかもしれない俺。かわいい。急にか、うわぁ、頭からいった。頭から、うん、それではかわいい CRC の食レポです。ドーレくんだ。いや
どれかを食べたことがあるっていうことになりますよ。これちょっとね、これはもう深い話になってきますよ。皮の部分ですか、うん、結構重たくなく軽い食感ですよね。中の粒あんが甘すぎず、すごく絶妙なマッチに来てます。素晴らしい。それでは真帆選手、お願いいたします。いただきます。うん、もちもちしてる、うん、私足からいただいたんですけど、足から食べると足速くなるらしいんですよ。おお直レポじゃないでしょ。なんか多分今走り出したら誰よりも速い自信あります。雑学王でした。直レポじゃなくて、いやでもやっぱこういうのも勉強になります、ね、いや本当ですね。甘さもやっぱ食べやすい甘さなので、うん、今こうやってお酒と一緒に食べるのがすごく合いますね。いやいいですよね、うん、ワインなんかすごい合いそうです。合います。じゃあ今日は食べながら飲みながら進めていただければと思いますので、ぜひ今ライブ配信見てくださってる方も食べて飲んで楽しんでいってくださいね。クラシックと美味しいおつまみをいただきまして、とても贅沢な時間を過ごさせていただいております。皆さん試合前のこの時間、何を飲んで何を食べてますか？ぜひチャット欄で教えていただきたいと思います。札幌クラシックという方もいれば、先ほどご紹介したソラチ1984もいいですしね、うん、飲んだことありますでしょうか。その他にもね、スターカンパニーのサイトを見てこんなコンテンツが気になりましたとか、こんなコンテンツやってほしいなどご意見ありましたら、今日チャット欄に書き込んでいただきますと、スタッフさんたくさん見ておりますので、ぜひ書いていただけたらと思います。よろしくお願いします。スタカンへの会員登録が3分程度でとっても簡単にできます。ぜひ皆さんご登録もお願いいたします。さあ、そしてここで皆さんも気になっているでしょう、はい、キックオフ前に行うと言っておりましたキャンペーンプレゼントのお知らせです。ご紹介をさせていただきましょう。一つ目のキャンペーンは視聴者限定スコア予想キャンペーンということで、ライブでご視聴いただいている方限定となっております。本日の試合のスコア予想をキーワードとさせていただきます。正解不正解問いませんので、ご参加していただくだけで大丈夫です。今からチャット欄へ投稿する URL が応募フォームとなっていますので、こちらをクリックしていただきまして、予想スコア記入してください。応募の期間は4時45分、大体ですが試合終了のお時間までとなっていますので、ぜひお早めにご応募いただければと思います。そして豪華プレゼントご紹介しましょう。こちらです。じゃん、豪華、すごいでしょう。すごい、はい、視聴者限定スコア予想キャンペーンでは2022レプリカユニフォームセカンド L サイズを3名様に、菅野選手、宮澤選手、福森選手のサインをそれぞれ入れましてのプレゼントとなります。そして金子選手、青木選手、中野選手、お三方のサイン入り公式試合球、こちらも1名様にプレゼント。さらに札幌生ビール黒ラベル 35ml 缶1ケースを5名様にプレゼントです。豪華すぎません、ね、かなり豪華ですね、うん、欲しいですよね。欲しい皆さんふるってご応募をお願いいたします。2つ目のプレゼントキャンペーンのご紹介につきましては試合終了後となりますので、まずはこちらのキャンペーンご参加くださいね。お願いいたします。さあ、我々の前のモニターもですね、ダゾーンのモニターはミシャ監督がお話をしているところが映っております。キックオフまではおよそ3時3分ですからね、8分ほどかな、はい、となりました。皆さんこの後ダゾーンで一緒に応援をお願いいたします。配信見ていただいている方はね、ダゾーンに加入していないという方いらっしゃいますでしょうか。まだ間に合います、大丈夫です。ダゾーンではコンサドーレの試合はもちろん J リーグ全試合を配信しています。コンサドーレの公式ホームページのトップページにありますバナーから加入をお願いいたします。売上の一部がクラブの強化費として還元されます。1ヶ月無料のお試しもありますので、ダゾーンに加入してみんなでクラブを強くしていきましょう。それではここから完全にフリートークでございます。はい、キックオフ直前ということで、ちょっとお一人ずつまずお気持ちを聞いていきたいと思います。真帆ちゃんいかがですか、うん、はい、いやもう今日の勝ち点が入るか入らないかでもだいぶ違うじゃないですか、はい、いやだからもうドキドキして、でも絶対に勝つんで勝ち点3取ってすっきり
J1 残りましょう。いやそうですね、はい、自力残留今日かかってますからね、うんうん、ちなみに期待している選手というか、はい、今日は先ほどメンバー見てましたけれども、うん、どうですか。いややっぱ今季調子がいい青木選手に追加点取ってほしいですね。青木選手、はい、期待したいところですね。羽賀さんは今どうでしょうか、どんなお気持ちですか。まあ、今日に関しては突き進めを何回できるかなってところですね。そうですよね、うん、はい、この間結構楽しませていただいたんで、はい、今日はどれぐらいできるかなっていうところで皆さんに期待したいなと思います。少なくとも3点入れてもらわないと龍二さん、羽賀さん、真子ちゃんお三方突き進めの順番回ってこないですからね。そうですね、はい、で前回は5点入りましたのでもうスタッフさんとかにも言っていただきましたもんね。そうだ、今日もあの祭りが帰ってきてほしいですね、はい、さあ龍二さんいかがでしょう。そうですね、やっぱりこう今日はすっきり残留を決めたいところではあります、うんうん、ただねこう懸念材料としてはアウェーでまだ勝ちがないと広島戦は、はい、そうですね、引き分けも多かったですよね。まあ、その辺は気になるんですけども今の状態の選手であれば大丈夫でしょう、うん、どうでしょう期待している選手などは。僕ね小笠選手を先日のラジオで挙げたんですけども今日ちょっと、ね、はいはい、メンバー入ってなかったので、シャビエル選手に期待したいなと思ってます。どんな活躍してほしいですか。まずはやっぱりゴールですね。ゴールに直結するようなプレーをしてもらいたいですし、うん、今の献身的な守備はチームに必ず勇気をもたらせる、プレーなのでその辺も注目してもらえたらなと思います。はい、活躍に期待したいと思います。さあキックオフまで5分となりました。こうやって私が皆さんにお話を聞いているとですねどうしても皆さん手が止まりがちなのでちょっと持ちながら、はい、飲みながらお話をしたいと思います。確かにね、ぜひ配信見ていただいている方もたくさん食べてたくさん飲んでね一緒に楽しんでいただければと思いますが前回配信が終わってからですね前回はクラブの方で配信をさせていただいたんですけれども、はい、龍二さんと羽賀さんその前回もいらっしゃったので終わった後3人でもう反省会という名の飲み会開いてましたもんねもうすぐですよね、うん、すぐあれはあれでまた身になりましたからね。そうですね、はい、それ以来龍二さんと羽賀さんはお酒を共にすることはありましたか。何度かありますかね、うん、急に家に来たりとか、まあ、夜10時過ぎにピンポーンってなるんですよ、はい、インターホンが、はい、あれこれ来ちゃったかなって思ったらやっぱ羽賀ちゃんでもう事前のアポなしで行かれるんですか。アポなしです。羽賀さんその時は遊びに行こっかなみたいな感じですか。いやなんか仕事の帰りとかで、はい、ちょっと寄ってっかとか気分ですね。もう気分で今日は可愛い家に行こうとで、はい、クラシックを大量に持ってきてくれて最高じゃないですか。子供たちにもしっかりデザートを買ってきてくれたり。優しい。意外とこう見えて優しいんですよね。いやいや優しく見えますよこう。あ、そうですか。はい、一見怖くないですか。どうですか。でもさっきも私とハイジさんで2人で写真撮ってた時にいや俺が撮るよって言ってくださってカメラ持ってくれたのでもうそこで優しかったです、ね、優しいなと思いました。はい、可愛いんですよね。突き進め。まだ早いです。まだ早い。いいんですよ。好きな時にやる手法もありますので。照れて会話をシャットアウトする時も OK。 もちろんでございます。万能なんですね、はい、いい言葉なんでいっぱい出してほしいと思います。真帆ちゃんも困ったらそれで。わかりました。ちゃんと堂々とつっとかなんらずに突き進めっていう。堂々と突き進んでいただければと。突き進め。コンサドーレ。そうだよ。これも反射ゲームみたいになってて。突き進め。コンサドーレ。はい。言えなかったら何かとか。もういいんじゃないですか。始まりますよ。始まりますよ。そうですよ。今メンバー紹介がありますね。およそ3分前ぐらいでしょうか。サンフレッチェ広島、まあ、ちょっとメンツもねいいメンツ揃ってるなというライバルではありますけれども、うん、はい、ゆずさん、サンフレッチェ広島、はい、どうでしょう。天皇杯、先日の天皇杯で準優勝じゃないですか、はい、うん、まあ、悔しい負け方をしてでルヴァンカップが次の週かな、セレッソ大阪に逆転勝ちと、はい、でここまで現在3位ですよね、うん、まあ、本当にクラブとして固まった成績を残しているチーム、うーん、まあ、手堅い印象はあります。昨年までは割とディフェンシブなチーム
チームだったのかなとは思ったんですけども、はい、今年監督変わってからはこう前からどんどんプレスに来るようなチームに変貌を遂げて、うんうん、すごく魅力あふれるサッカーをしてますし、うん、若い選手もね結構育ってきてるんですよ。今乗ってるチームかなっていう印象はありますね。うーん、そんな広島に勝たなければ今日はいけないわけですよ。そうですよ、はい、ここでねキーポイントになってくるのはやっぱりディフェンスラインからのビルドアップ、うん、という意味では岡村大八に期待したいなと思ってます、うんうん、まあ、彼のフィードビルドアップの質、持ち上がりドリブルをしながらの持ち運びによって敵ディフェンダーのギャップを生み出す、そういうプレーが、ね、できてくれば、2シャドウにいいボールが入るのかなっていう認識はありますね。今日あの配信が始まる前に真帆ちゃんとお話ししていたんですよ、はい、最近岡村選手気になるってね。最近めきめき、私素人ながら見てても活躍されてるじゃないですか。もうそこで見てやっぱ来季の推しかな、どうしようかなっていうところまで来てます。あ、そこまで上り詰めてきてるんですか、大八。あの笑顔に騙されちゃうんですよね。そうなんです。先日リュウジさんとラジオの収録で岡村選手にインタビューをしたんですけれども、はい、もうリュウジさんが終始デレデレしてて。リュウジさんがですか。そう。おかしな話。工藤選手につきましては本当にね、あのコンサドーレの選手もそうですけれども J リーグ全体いろんな方がメッセージを送られてましたね、うん、いやもう本当にショッキングな出来事でしたし、うん、こうまだまだ若くして志半ばで、ね、こういうことになっていくっていうのは非常に衝撃的でしたね、うん、本当にいいプレイヤーでしたね、うん、ご冥福をお祈りします。青木選手、さあ青木選手期待したいですよね。いやそうですね、青木選手どんどんこう男らしくというか、うん、ワイルドな感じに、もみあげじゃないの、もみあげすごいことになってるよね。伸ばしてるんですかね。伸ばしてるんじゃないかな。ちょっと薄くなった気がしました、今見た、うん、私もそう感じました、はい、確かに。キックオフです。さあそれでは勝ちますよ、今日で残留決めますからね。突き進め、コンサドーレ。あの先ほどですね、突き進め便利だなってチャット欄にコメント来てます。めちゃめちゃ便利な言葉じゃないですか。、はい、便利というかもう素晴らしい言葉ですよ。そうですね、リュウジさん、ハガさん、マホちゃんも思うこと気になったことあればどん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 お話ししていってください、はい、私は少しチャット欄をチェックしたいと思います、はい、今見ていただいている方どんなお酒を飲んでどんなご飯を食べて楽しみながら観戦していますか。ぜひたくさん書いてってくださいね。あと聞いてみたいこととかどんどんいろんなこと書いてもらえればなと思いますのでよろしくお願いいたします。天候も良さそう、いや同じタイミングで天気がいい。それはやっぱりこう選手目線で言うと気になるところってことですよね。気になりますね、うん、風もないのかなっていうところで、うん、やっぱりね、あの風が一番やだ、うん、やだ、雨より絶対風がやだ、うん、あそうなんですね。落下点が読めない。ああ、ボールがブレちゃうんですか。そう。それも選手にしたらもうすごい嫌で、キックの質も変わるし、うん、まあ、クロス対応なんかも難しいし、
ちょっとやだね。北海道のこの時期だと、まあ、動いてても寒いなっていう感じの時もありますか？ありますね。この時期だとやっぱり寒い、体動かないっていうところはあるんですけど、まあ、それをいかにウォーミングアップで上げていくかっていうのは、まあ、個人でこう経験でちょっと危ないシーンですよね、これ。まあ、個人でこう経験を経てどんどんこう自分の持ってき方、試合に対する入り方っていうのは覚えてきますね。うん、寒さで言うとね、ドサンコたちは強いはずなんですけれどもね、はい、もしかしたら他のチームより有利なところがあるかもしれないですね。それはありますね。これからクラシック開けますとジュンさんいただきました。ありがとうございます。はい、突き進まないとダメですね。いや、そうですよ、突き進んで飲みたいわけです。クラさんは勝利して残留からのクラシックって書いております。そこまでは我慢と。そうそう、見てる時はまだ我慢と。それはそれでね、あの個人の楽しみ方がある。はい、一つのね。さあ前を向いてルーカス選手から、ちょっと合わなかったですね。3号さん、クラシック飲んでますと。一緒でございます。タイのサポーターさんも見てくれてますね。サワディーカー。サワディーカー。それしか分かんないですけど。そうなんだよね。ありがたいですよね。でもこうして見ていただくのも。ありがたいです。はい。この岡村とベンカリファンの戦いっていうのは結構キーポイントになってくるかなっていう気はしますね。今もうベンカリファンのキープ力に対してしっかりと岡村が前向かせなかったっていうのは良かったですね。今調子いいですもんね、広島のフォワード。聞こえました？聞こえてなかった。広島のフォワード今調子いいですよね。調子がいいですよね。はい、満田選手だったり、はい、河村選手だったり、今よく聞こえました。はい、ありがとうございます。聞こえないのはちょっと流すからね。現在は前半4分にもうすぐなるところですか。少し、まあ、ゴール前に来られていることが多いなという印象もね、ありますね。そうですね、割と前から来るじゃないですか、こうやって広島の選手。コンサドールのハイプレス、マンツーマンディフェンスにちょっと近いですよね。これをうまくひっくり返すっていう、まあ、サッカー界では言うんですけども、はい、うまくこう相手コート内に持ってきたいですよね、今は。今矢印が結構こ広島の選手はコンサドール側に来ているので、まあ、こういうところで時間作りたいなってところです。はい、あ、うわあ、ここからいい守備でしたね。24カラッツさんから、こちら夜11時ですと。え、国旗をつけてくれてるのが多分カナダかな。え、ちょっと私視力があんまりよくなくて。え、カナダの方が見てくれてるんですか。あ、カナダです。その前のコメントでありました、カナダから応援してますと書いてくれてます。すごい、ありがとうございます。サンキューですね。残留決定の瞬間見届けますと書いてくれました。いや、嬉しいですね。世界ですよ今日。本当にいろんなところから見ていただいてますね。北海道の方なのかな、もともとは。はい、面白いですね。でもこうしてつながることができるのは。みーたんさん、来週行こうかな、休み取ったけれどって。来週ってこと、最終戦ということですかね。最終戦ですかね。行きましょう。みーたんですか。みーたん来てください。来てください。みーたん来ないと。なんか羽賀さんがみーたんって言うと可愛いですね。そうですか。さあ今日の注目選手などまだまだチャット欄お待ちしておりますよ。誰に注目してるか聞きたいですね。羽賀さんやリュウジさん。危ない。
ハイジさんの今日の注目選手ってそういえば聞いてなかったんですけど。いや、ハイジさんの注目選手はまあ全員と言いたいところなんですけれども、そうだな、田中俊太選手かな。お、それはなぜですかね。私はリュウジさんと番組をやるようになってからすごくこう田中選手を見るようになったというか、それまではやっぱりフォワードの方に目がいってしまうというか、はい、そういう感じだったのがすごくこう守備の方たちに注目するようになったんですね、うん、でそういうところではやっぱりかなり要の人間かなと思っておりまして。いや、でもそうやってサッカーの見方が変わるっていうのも嬉しかったですね。先生のおかげでございます。先生と呼んでください。いや、なんで羽賀さんがなんかリュウジさん変な技覚えたなみたいな顔してました。うん、マイク近づけてね。ちょっと変わってる。この間とちょっと変わった。あ、変わっちゃいました、うん、成長してる。ハゲてる。 あ、 ありがとうございます。変わってるならいいですね。なんか羽賀に言われるの一番嬉しいですか。なんだろう、腕が上がってる。なんだろうな、後輩のはずなんだけどな。何度あるんですかね、広島は。ちょっと暑そうな。肌感24、5じゃないですか、うん、そしたらこっちからやったら結構暑いよね、真夏感覚な感じ。しかも動いてるから。その肌感は汗の感じとかを見てってことですか。そうですね、日の照り方とか。日の照り方かな。で、あとカラッとしてるような感じが見ていて受けるので、そんなに汗出てないんじゃないですかね、今のところみんな。3、4ぐらい23、4。その夏の前回の、このコンサドールライブ、推しがあった時は、あ、推し傷んでますよ。大丈夫ですか。大丈夫です。あ、すごい現地のサポーターの皆さんが大丈夫なようですね。大丈夫です。よかったです。よかった。ごめんなさい、話途中で止めてしまって。全然大丈夫です。何の話してか、してたかも忘れてます温度温度ね。あ、汗あんまりかいてなくて。前回、ね、前回の湘南戦はもうスタートから汗べちゃべちゃだったなっていう感じでしたんで、湿度は高いなっていうところでしたよね。ここだったらラインどこに設定します。俺だったらペナに設定するんだけど。広島の選手ですね、うん、ちょっと高いかなって、うん、ってことはファーにふんわりしたボールを上げたい、うん、こういうボールね、うん、折り返したい。あえてライン高くしてるかもしれないですね、広島、うん、キーパー出やすいように、うん、ああ、なるほど。ちょっとまあすみません、サッカーの専門的な話かもしれない。私たちはそれを聞きたくて今日ここに来ております。もっともっと教えてください。違う話にします。いやいやいや、そういう話を聞きたいんですね。立ち位置の話とかかなりレアですね確かに。でもキーパーが前にこう出やすいようにラインを上げたということなんですよね。っていうのとやっぱりその走り込む速度を抑えるためとか、うんうん、あのラインの設定の仕方って誰かがこう決めるんですけど、僕は現役時代僕が決めてましたね、はい、へえ。左、あと半歩左とか、うん、もうその何ですか、センチ単位で修正してましたね。あの位置だったのね、だいたいペナ左足ぐらいの位置かなと思って、うん、ペナ左足っていうのはペナルティエリアに対して左足を踏んで、右足はペナルティエリアより前、外ですね。逆に右足ペナだったらちょっと低いよね、右足を、ペナルティエリアのラインを踏んで、左足はペナルティエリア内に入れる、うん、ちょっとライン低いんですよ、はい、こうなると多分1メーター2メーターの差ができてくるん で下がるタイミングもありますし、すごいちょっとこだわってやらないとダメなところですね。へえ。リュウジさんがそのラインを決めていたってお話ありましたけれども、それはキャプテンだからとかそういう理由ですか。まあ、そのディフェンスリーダー的な感じの人がやるのが多いですからね、うん、いや、ナイスボール、いけいけいけ、シャビエルからお、うわ、いいよ、よし、いけ、あ、ナイスキーパー、惜しい、返します、惜しい、回ってるの忘れてましたよ。パブリックビューイングも盛り上がっております。今のはサイドチェンジからここで行くと思いました。で最後興梠選手が
いやールルカス選手が中にカットインしたんですけど、はい、惜しい。やっぱり小刻みなドリブルっていうのはルーカス選手すごくうまいですよね、うんうんうん、相手もシュートがあるのでどうしても飛び込まなきゃいけないんですよ。そこをうまくかいくぐったんですけども、こぼれ球によく反応してましたね、興梠選手。そうですね、あの体勢からでしたもんね。お、面白い。さあ今はね、見ていただいている方も盛り上がったんではないでしょうか。いや、興梠選手セカンドボールの反応早かったですね、本当に。あ、きっとこれさっきのゴールシーンで打ってくれたんじゃないかな。突き進めって書いてます。コンサドーレ、コンサドーレ、コンサドーレ。チャット欄からもいけるんだね。そうなんです、それ来たら結構やばいですね。確かに確かに、もうやばいですよ、うん。あ、他会場情報を教えてくださっている方がいますね。そうそう、試合が動いているのが福岡対柏1対0で福岡リード、おー、湘南対鳥栖、湘南1対0でリードしてます。まあ自力で決めたい今日ですから、はい、ちょっと嫌な情報ですね。大丈夫ですよ、大丈夫ですね、はい、なんて言ったって私たち自力で残留します。そうですよね、その通りですよ、はい。何を言ってるんですか、羽賀さん。何も言ってないけど。だけどあれじゃないですか、やっぱりなんとなく思うのは突き進め、コンサドーレ、うん、みんな反射早いですね。この間やってますからね、一回ね。あ、そうだ、そっか、ママちゃんがちょっとね、うん、いやそうですね、ちょっと1時間半のブラ、なんて言うんですか、なんて言うんですね、ブランク、ブランクでもないですよね。ブランクでもない、ハンデ、ハンデ、ハンデ、なんだろう、ハンデ。今日やったらもう完璧になりますから。わかりました、ついていきます、はい。ただあの、ね、グラスのハンデがある。確かにちょっと、ね、定めないと、ちょっとストロークを短くします。ストロークとか。一人だけグラス感がすごいですもんね。いいグラスですね。いや素敵なグラス、こちらもご用意いただきまして、ちなみに赤ワインのお味はいかがですか。いやものすごいフルーティーなんですよ。だからなんか多分そんなに赤ワイン普段飲まない方とかでも飲みやすいんじゃないかなと思いますね。私結構飲むんですけど、もう怖いです、一瞬でなくなっちゃいそう。ゆっくりゆっくりね、もちろんたしなみます。クロスからの、いやちょっとここですね、広島のストロングポイントとして、ああいう風な左足でクロスを上げるんではなく、はい、一度こう中にカットイン、内側にカットインしてから右足で、なんていうんですかね、インスイング、ゴールに向かうような軌道を描いたクロスを上げる、うんうん、これ結構特徴なんですよね。そこはやっぱりファーサイドの選手には気をつけたいところですね、うん。いいパススピードじゃないですか、岡村選手。ちょっとチャット欄、あの突き進めが一定期間で来るようになったので少しお休みをします。皆さん落ち着いてください、はい、落ち着いてください。突き進め一定期間めんちゃんで来るってこと、突き進めって言ったらみんなこれ やると、ね、うん、なってますんで、うん、ちょっとこれは一点決めてっていうところまでね、それ流行らせたいですよね、うん。あ、突き進めコンサドーレを、うん、ぜひお願いします。うまい、来た。ちょっとベンカリバー強いですね、収まりますね。あそこで岡村が回収できると攻撃に厚みができるんですけどね。だけどまだ前向いてないから、うん、見たよ。こういうハイプレスでリスク管理もできてるじゃないですか、今広島、はい、こういうになると流れが続くんですよ、うん。ファール取られちゃいますね。現在前半15分、0対0とまだ得点は動いておりません。ちょっと危険な位置じゃないですか、うん。
こういう時っていうのはどの選手がこう積極的にみんなに支持するっていうのはさっき言っていたようなニュアンスと近いですか、リュウジさんが言ったリュウジさんがみたいな。はい、でも今見るとそんなに、まあ、序盤っていうのもあるんですけど、うん、ゲームが始まって温度感はそんなに高くないかなって今、でもそれじゃダメなんですけど、しっかりとマーク、ヒロキは今確認してますよね、はい、今田中俊太も指さして確認してますし、うん、今浮いていた選手にフリーだった選手に菅選手ついたんですけども、うんうん、でもこの菅選手とちょっとミスマッチしてると思うんですよ。怖い、怖い、怖い。やっぱりこうああいうボール入ってくると何が起こるか分かんないですよね、はい、オンゴールでも1点ですし、うん、いやちょっと怖い位置からでしたね。前の人が触らないと後ろの人って見えないんで、はい、うん、不意に来るんですよね。もうちょいプラスだったら危なかった。もう多分オンゴールだったし、うんうん、本当何が起こるか分かんないです、ああいう速いボールを送るっていうのは。一つホッとさせていただきましたね今は。いやプレスバックいいですね。今日だけどゴールキックからやけにちょっとリスキーにつなぐ感じがするんですけど、うーん、まあ、でもねキーパーからつなぐっていうのはコンサドーレのスタンスでもあるから、うん、どううまく剥がしていくかじゃない、うん、あとは立ち位置、パスのタイミング、うん、パスの強弱、あともらうタイミングもそうかな、うん、なんか今ちょっとハマってるかなと思ったけど、はい、行ったら結局ハマっちゃったっていうところがあるから。サッカーの話になるとちょっと小声になるんだよな。こんにちは。あ、いいですよ、その声欲しい。はい、なんかもう家でサッカー見ながら飲んでる感じになってますからね。それがいいですよね、でもね。さあもうすぐですね、前半は20分となりますけれども、今日はあのプレゼントキャンペーンスコア予想じゃないですか、はい、あの今ねちょっとつけたばっかりという方もいらっしゃると思いますので、改めてご説明させていただくと、視聴者限定スコア予想キャンペーンというものを現在行っております。2022レプリカユニフォームセカンド L サイズを3名様に、こちらは菅野選手、宮澤選手、福森選手のサインがそれぞれ入っております。そして金子選手、あ、ちょっと一回見ようかな、ごめんなさい。一回見ましょう。一回見たいです。ごめんなさい。これ野津田選手の結構球質、福森選手に近いようなボールを送ってくるので、結構嫌な選手ですね。言った矢先のその短さ。はい。一度プレゼントを改めて伝えます。金子選手、青木選手、中野選手、このお三方のサインが入った公式試合球1名様にプレゼント。さらには札幌生ビール黒ラベル 35ml 缶1ケース5名様にプレゼントです。スコア予想を書いていただくこちら、今ですねチャット欄に申請フォームの URL を貼りますので、こちらから入ってご参加お願いします。試合終了のお時間までのご応募となりますので、ぜひまだだったという方、今のうちにご参加お願いしますね。さあということで、皆さんのスコア予想を聞いていなかったなということに気がつきました。それではリュウジさんからお願いします。スコア予想、はい、2対1、2対1、コンサドーレ勝利、もちろんでございますよ、もちろんですよ、はい、言うまでもなかったですね。なんかこの選手の得点だったらいいなみたいな気持ちもありますか。いやー、なんだろうな、こうペナルティーエリア内でやっぱり仕事ができる興梠選手、興梠選手のゴールとシャビエルかな、うん、期待したいなと思いますけどね、はい、の2対1、1点ずつということですね、はい、はい、羽川さんはどうでしょうか、スコア予想。僕も2対1だったんですよね、はい、いいですよ。で、岡村選手と金子選手、お、なんかそれは理由ありますか。ないです、セットプレー、雰囲気、
岡村選手はもうセットプレーちょっと可能性感じるなって思ってるので、うんうん、ただ広島ねセットプレーの失点 J リーグでめちゃくちゃ少ないんですよ。だから取っての残留を決めてほしいですね。それはかっこいいですね、はい、岡村選手セットプレーでこうヘッドで行く姿すごいかっこいいですからね。結構投げ出せるタイプなので、うん、結構可能性感じるなと思ってて、はい、さあリュウジさん、ハガさん2対1で来ました。真帆ちゃんいかがでしょう。いや私は突き進めコンサドルやりたいんですけど 1-0 で勝ってほしいなって思いますね。その1点はじゃあもう誰かにかかってるわけですけれども、はい、どなたでしょう。もう最初に言った青木選手に入れてもらって、うん、やっぱゼロで終わりたいっていうのが、うん、いや大事ですね、はい、ゼロにしようかな2-0 にしようかな2-0 にしようかな。じゃあ、真帆ちゃん今日はね初めて参加ということですから、はい、次の突き進めコンサドーレは決まった時には真帆ちゃんからお願いしたいなと思います。あ、ちょっと待って待って、ありますね、来た小室選手来た、真帆ちゃん真帆ちゃん突き進めコンサドーレ、パブリックビューイングの皆さん、ライブ配信の皆さん、やったよ、来た小室選手来たよ、ちょっと待って、今私パブリックビューイングの皆さんの反応で決まったことが分かってしまって、そうなんですよ、すごい感じたことのない感情です今、うん、びっくりしちゃっただってこんな時差あるってことですよね最高ナンバーが、やったー、うわ完璧。さあちょっと興梠選手どうでした、リュウジさん。いやー良かったですね、裏へ抜けるタイミングやっぱり素晴らしいもの持ってるんで、うん、ルーカス選手は蹴れるなっていう顔を上げた瞬間アクションを起こしましたね、はい、ただ中盤のトランジション攻守の切り替えの部分がすごい良かったです。うん、あらユリコゴパフォーマンスは興梠選手、あそうですね、おめでとうございますですか。おめでとうございます、羽賀さん、興梠選手が1点入れてくれたことによりちょっとこう指名の、ね、予想は今外れてしまったわけですけれども、いや言いましたよ1点目興梠選手まずそこからの 2-1 ちょっと今からリプレイしてもいいですかもう一回戻してもらっていいですかなんて言ってました、はい、ねえ岡村選手とでゴール前の落ち着きがすごいですね。いやさすがですね、話変えてきましたよ、ね、そういうとこあるんですよさあゲーム動きました、1対0我らが札幌コンサドーレが先制しました。やった、嬉しい、いや嬉しいですね、うん、先取点ってやっぱ大きいじゃないですか。そう本当にその通りでございます、はい、うん、やっぱりちょっと安心して見られる、うん、これはエゾマックさん、よし今日は勝った、ルーミーさん、コオロキナイスゴール、マユミさんウェーイって書いてる、ウェーイウェーイってうまかったな。ナマコキングさん、ルーカススーパーアシストと書いてくれました。ルーカス選手のところについてはどうでしょう。1人で3人ぐらい剥がしてたんですけども、うんうん、まあ、その自分が前に進むっていう突き進むっていう気持ちが前へこぼした、はい、やっぱ大事ですね、メンタル面、うん、突き進めコンサドーレ、コンサドーレ、うわまだ遅いもうちょっと慣れがねみんな反応遅いよって書かれちゃったんですけれどもごめんなさい、これね多分ネットの環境によってね皆さん見てる速度とあってで私たちのもインターネットこう通じて見てもらってるのでどうしても遅れてしまうんですよね。コーナーキックか、うん、おー3秒ぐらいねちょっと時差そうなんです、なのでちょっとそこだけ失礼します。この温度感がちょっと、やっぱり興梠選手ね、このペナルティーエリア内の反応はやっぱ素晴らしいんでね、ポジショニングもいいですね。さっきもパブリックビューイングで前説で言わせてもらったんですけど、小林優選手の何が嫌だかみたいな、そのペナルティーエリアで予測してるよ、どこにボールがこぼれてくるかなっていうのを感じているので、そういうプレーは点多く取れますよね。中島選手なんかにはだからすごく見習ってもらいたいプレーかなと思ってます、うんうん、小林優選手もそうですし興梠選手いい見本がいるので、うん、
そのシュートを打つ選手に対してどこにボールがこぼれてくるか、こぼれなくてもいいんですよ、うん、ここにこぼれてきた時に点取ってやろうってポジションを取れたら、はい、うん、かなり得点が取れてくるんじゃないですかね。リュウジさん、はい、どんどんさんからおそらく興梠選手のゴールシーンの時に来ていたと思います、はい、エクセレント、いや、ありがとうございます、エクセレント、こっちだ、こっちだ、こっちこっちこっち、ね、コンサラボという番組僕やらせていただいてるんですけども、このイーレボさんで収録させてもらってるんで、うんうんうん、やっぱりいつも通りの感じがしますね。あ、じゃあ落ち着いてます、所長として、はい、あ、所長として、所長として落ち着きはやっぱありますよね。リュウジさんは肩書きがいっぱいありますよね、CRC で、はい、SD で、所長で、大名人、大名人はないよ、あ、大名人あった、ありましたよね、一時あった、はい、最近当たってないですね。あ、なるほど、ちょっと、杉野選手、金子選手はぶつかった感じですかね。そうですね、うん、ヘディングの競り合いの時に少し相手とぶつかったのかな、キーパーかな、菅野とぶつかったのかな、まあ、この辺はやっぱりね、体ぶつかり合いですから、うん、Y1 さんから、あ、失礼しました、 F だった、 YF さんから、全然違うF でした、アルファベットの YF さんから、白衣着ますかとリュウジさん来てますけれども、今日はお持ちではないんですか。今日はね、一旦あるけど着ないでおきます。あ、持ってきてはいるんですね。持ってきてないです。いや、持ってきてない何の嘘だったんですか今あるかと思いましたよ ね白衣着るのね、あれ目立つんだよな。私ほら、リュウジさんといつも一緒にいますけれども、白衣姿のリュウジさんと写真撮ることとかなかなかないので。あ、確かに、はい、この1週間に 2,3 回会うじゃん、ハイジと。そうですね、確かに白衣ではないね、うん、ぜひじゃあ一度コンサラボ研究所に。いや、そうなんですよ、研究所の AD として入れてくれって言って。行きたい、 AD なの、はい、行きたいのに呼んでもらったことない。あら、それは羽賀さん、所長に言わないと思う。マイクちょっと近づけてもらって。コンサラボに行きたいです。聞こえた。一回じゃあ協議してみます。はい、一回だけね。避けなくても大丈夫です。本当かな本当かな、喋らない。だって僕初めてハガと会った時は僕から挨拶してるんですよ。はい、それなんでって言ったら、親から知らない人と喋ってはいけないって教わったっていう、はいね、そういう教えがあってね。いや、その教えは間違ってはないんですけれども先輩に挨拶もやっぱり知らない人とは喋ってはいけない、ちょっと仲良くなってからじゃないと、はい、人見知りっていうんじゃないかな。ちなみにどうですか、人見知りの方ですか。現役の時は人見知りでしたね。あ、うん、引退されてからは、あれは喋らないといけないようになったので喋るようにはなりました。お仕事していく上でとか、はい、そういうことですよね、はい、私はでもゆっくりたくさんお話しさせていただいてたのはこのライブ配信の第1弾の8月の時でしたけれども、はい、もう札幌クラシックがあるとニコニコされてたので、そういう人見知りみたいな印象全くなかったです。でもきっとリュウジさんからしたら札幌クラシック、今、うん、もう最後ヘッドで、いや、青木選手、はい、マイナスのボール、自分の自陣のゴールより、うんうん、相手陣地に、下がっていくようなクロスはディフェンスとしては対応しづらいんですよ。まあ、一番怖いのはキーパーとディフェンスの間通されるのが怖いので、まずそこからケアするんですけど、戻り際のマイナスのボールっていうのは反応できないので、うん、ああいうボールは一つ狙いですよね。ブロックを敷いてくるチームに対しては狙いだと思います。サッカー講座これ、
サッカー講座になってやっぱなんか今のサッカーでいうとあそこをどれだけえぐれるかっていうところがそうですね、まあ、ポケットと言われる、はい、いわゆる場所があるんですけども、サイドバックの後ろのスペースセンターバックとサイドバックの後ろのスペースっていうのは、やっぱりどのチームも狙っていくポイントですよね、うん、あそこ取れるとねやっぱチャンスと得点も生まれてきやすいって言われてますけどね。リュウジさんサッカー講座って言ってましたけれども、私は本当にいろんなことを教えてもらうために来てますからね今日は。本当ですか。はい、たまになんか喋っててポカンっていう顔してないです。話を聞いて、あ、すごいこれ言われるんです。人の話真剣に聞いてるときにポカンとした顔してるって言われるポカンっていうね、多分聞いてくれてるんだけど、はい、俺としてはなんか喋ってて不安になっちゃう。 あれこれ大丈夫なのか、喋ってていいのかなっていう不安になっちゃう。それは私 MC としてよろしくないですね。いや俺がいけないんですそれは優しいからもうそうやって自分のせい、うん、自分のせいって思っちゃいますけど、全ては俺のせいです。リュウジさんそんなことありませんよ何の会かよくわからないですけど、うん、なんかちょっと俺ここ何試合で気になってるのがラインが上がんない、うん、横パスでもちょっとバックパスでも何メーターか上げたらいいのにちょっと上がんない時はあまり良くないかなっていうふうに見てて、まあプレッシャーがかかんないというのは第一だと思うんですけど、うん、ラインの上げ下げの頻度が低いっていうの、うん、まあ戦術なのかもしれないですし分かんないですけど、っていうところではやっぱ岡村選手にリーダーシップ張ってもらって、うん、バックパスは少しでも上げる、その繰り返しをしていくことがやっぱ勝利に近づく、うん、失点を機会を減らすことができるかなとは思いますけどね。もしかしたら今のもスーパーなシュートだったら入る可能性もある距離だから、そうですよね、J1 そう世界ワールドクラスだとああいうシュート枠内に入ってくるので、うん、そこは J2 と J1 の差は大きいですね、うん、前半34分ということはもう残すところ前半は10分ちょっととなりましたけれども、まあ、ここまでは割と計算通り進められてるんじゃないですかね。こう広島が思ったより前に来ててプレッシャーを受けてましたけど、その中でこう裏を、ね、背後つけて先取点取れたっていうのは、まあ、悪くないですね。うん、もう少しボール握りたいですね。あ、高弘さんからハイジさんサッカー講座聞き入っていいですよ、本当に勉強になりますと。本当ですか。いただいてますから、私だけじゃなくてやっぱりこういろいろ知りたいと思ってリュウジさん羽賀さんのお話を聞いてくださってる方もちろんいらっしゃるんですよ。真帆ちゃんもそうですよね、はい、うん、私普段萌香ちゃん、ただ萌香ちゃんと一緒に見てるので全然サッカーについて分かんない2人だから、今日なんか逆にいいのかなみたいな、お金払わなくていいですかぐらいの感覚ですね高温資料みたいな、別料金の方後でちゃんと請求するんですね請求書をあげてもらっていい、優しいと思ってたでしょ、はい、東証だから。ああそうだった、はい、いやでも2人で多田萌香ちゃんとすごい勉強熱心で、はい、うん、そういう若い女性のサポーターの方にとってはすごくいいんじゃないですかね、うん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 、練習場も来たりして、あ、行ってますね。この試合に向けても私一人で友達と行ってきました。あ、宮野さんの、ね、はい、そうです、インスタに上がってたの。お、満田選手が攻めてきましたが、満田選手今、ね、非常にいいドリブルしたんだけど、うん、やっぱりいつでもシュートを打てるよって体勢にボールを置いてるんですよ、うん、なので菅選手は一個一個リアクション取らなきゃいけないので、うん、ドリブルについていけないんですよね。 あれが足元に入っててドリブルしてる場合は全然プレッシャーいけるんですよ、うん、まずはシュートは意識しちゃうよね、うん、まあ、しかも多分ワンタッチワンタッチごとに駆け引きしてるから行きづらいっていうのが、うん、ね、飛び込んだら、うん、左にかわされちゃう、そうキックフェイントで中にかわされる、うん、まあ、それも最悪なので、
だってほら、あー入った。いやちょっと嫌な展開ですね。ちょっとうわ悔しいな。30分ぐらいからプレッシャーが中盤にかかんなくなってきたから、うん、ずるずる下がってきましたね。羽田さん言ってた通りそのラインの上げ下げっていうのはない、うん、ところでしたよね。まあ、ここで後ろ向きでドリブル、あ、1人上げたんですよね、ヒロキだけだ、うん、もうちょっと2メーターぐらい上げれたらまた違った。金子選手は目の前の選手見えたけど田中選手がねマークつけてなかったんですよね。金子選手の周りに2人いるじゃないですか、はい、金子選手は右前の選手は見えてますけどそのもう1人ってことですよね、はい、だったら田中選手が声を出して金子選手に後ろいるぞ、うん、っていう声をかけるべきでしたし、やっぱりペナルティエリアでね、ああいうマークを外すと、まあ、事故は起こりやすい。2、3歩上げてたらまた違った展開になったかもしれない、ね、絶対そうですよね。前半37分ほどですかね、まあ、今、はいはい、これからですよ。そう1対1ということで、まあ、前回の8月の私たちのこの配信の時にもね、向こうも点数は入れてます、ただ勝利してますから。あれ、ここでちょっと今日は予想では2対1ですからね。あれ、あれ、まほちゃんがゼロがいった時に乗ってましたよ。突き進め、コンサドーレ、これからだよ、頑張りましょう、これからだよ、これは頑張るぞという意気込みの突き進めでございます。次多分金子選手が取りますからね、そんで 2-1 で勝つっていう予想ですから。コオロキ選手とコオロキ選手と金子選手あれ、なんかあの岡村選手のねえコーナーとかセットでってみたいな話してませんでした。予想は予想ですから。あら私が悪いみたいになっちゃいましたいやでも悔しいな。いや本当ですね、もったいないですね。ああいいボールだな。おパブリックビューイング側からまあ、でも今ここでこのゴール前まで来られてることはめちゃくちゃいいことですよね、うん、はい。大木選手結構守備頑張りますね、今日頑張ってますね、うん、やっぱりあれだけ前線の選手がプレスバック戻ってディフェンスをしてくれるとすごい楽ですね、うん、助かりますね。試される大地さん、札幌は後半強いですしね、このまま後半行きたいと。そう前半は確かにこのままちょっとそうですね、うんうん、まあ0点で終わるのはそうですし、はい、まあ、そのためにはボールをしっかり保持しながら相手の陣地で進めていきたい、うん、そしてリスク管理もしっかりとしていきたいですよね、まあ、それができてれば、まあ、サッカーで言えば全然安全な状況ではあります。リュウリュウさんも三田くんがめっちゃ怖いと同じ意見をねいい選手ですね。うーん、確かアカデミー出身で、まあ、その高校卒業の時は上がれなかった選手なんですけども、うん、大学を経てしっかりとアカデミー上がりとして広島に帰ってきたと、うんうんうん、コンサドーレのアカデミーにとってもすごく夢のある話だなと思います。そうですよね。あ、シュート数も、うん、多いというか、まあ、対等ですね、9本8本、はい、ボールのポゼッション率も大体同じ感じですもんね。うん、この位置だと岡村選手画面に映っててもよくないですか。あ、一番最終ラインの選手、うんうん、今の位置だったらもうちょっと低い方がいいです。高い方がいいかなって。映ってないのはいけないってこと、うんうん、ここで上げたいんですよね、うん、もう一回多分下げるからここで上げたいんだよね、ちょっとでも。多分フォワードの選手怖いんでしょうね、うん、後ろに置くのは。でもオフサイドなんで上げちゃえばいいんですよ、うん、お、ここで今ゴールキーパーがもうすごい前まで出てきましたね。いけいけいけ、
よく。そしてサイド変えて、こういうパスもしっかり喋る選手の右足に出してあげる、こういうことは大事なんですよね。うん、左利きだから左に出したじゃなく、うん、今の状況ではディフェンスがプレスバックしてくるので、はいはい、しっかりと前進してる進行方向の足に出してあげるのが、うん、やっぱりスムーズに攻撃を完結できる、そういうパスの質なんかもやっぱこだわってほしいなって感じてますけど、やっぱりその技術の面もそうですけれども、その場でどれだけ判断できるかっていう理解力みたいなのがすごい問われそうですよね。エクセレント。あ、解説お願いします。いや、もうその通りですよ。本当にその状況状況で変わってくるので、うん、相手がどんなスピードでこう進んでるのかだったり、うん、敵を、どこに背負ってるか、背後に置いてるか、うん、だったら背後に置いてない方の足にボールを出してあげる、それが自然にできないとやっぱりプロの世界では生き残れないし、チャンスを作れないです。まあ、それはやっぱり状況もありますけどね、はい、プレッシャーの状況、あとはこう上下動した中で疲労しきってるとか、まあ、そこでしっかりとプレーできるのは一流ですよね。あ、ちょっと激しいというか接触が、岡村選手が、まあ、広げたところに、うん、肘が入ったっていうどこですかね。まあ、あれ難しいよね、ちょっとね、捉えられ方によっては。これとの違い、振るか振らないかの違いはあると思いますね。まあ、振っちゃったらレッドカードだから、はい、今みたいなこう広げた感じだけだったら、まあ、ファールかな、ただの。ジャーコさん、今来ました、どっち勝ってるって、今1対1なんです。はい、はい、ちなみに前半は現在40、もう間もなく4分になるところで、そんなにアディショナルタイムも長くないのではないかと私は予想しております。今来ましたって言ってこのコンサドーレライブをまず見てくれるのは嬉しいね。ありがたいですね。本当にありがたい。だっていろんなニュース、アプリ、ある時代でこれを選択してくれる。ありがたいです、ね、お仕事とかね、まあ、用事があった中でですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。笹さんです。チャンスの時でも河合さん、羽賀さん落ち着いて見てる。さすが元選手ですね。はい、そうですね。あの一喜一憂せずっていうところはあります。いや、恥ずかしい。私さっきゴール決まった時めっちゃ両腕上げて。いや、全然いいと思いますよ。すごい、ハイジのウィング翼見えたもんね。はい、こんなやっちゃいました本当に。いや、いいと思いますよ本当に。ただやっぱね、なんだろう、プレイヤーとして見ちゃうのかな。いや、それはもちろんそうでしょう。でもフロントとしてはめっちゃ喜んだのは、川崎戦のあのゴール、はい、うん、もう立ち上がって喜んで、もうなんか気づいたらすごい怪我してたんですよ。これやりすぎて、なんかグータッチなのかな。グータッチじゃない、やってなかったですよね別に。グータッチやってないです。そう、なんかすごい負傷してて、川崎戦3-3まで見てたんですよ、 NHK の車でね、はいはい、見てたらもうロスタイムで、うん、その時間内でもう次のチャンネルに変わりますって言われて、そしたら車で見れなくて、うん、でなんかアプリで見たら 4-3 で勝ってると思って、はい、めっちゃ盛り上がったよ知り合いから。めちゃめちゃ盛り上がりました。追いたいのに、なんか何で追ったらいいんだろうっていう、うん、なかなかね。おは、うん、いいですね、うん、いいトライだったと思います、はい、金子ゾーンはやっぱね、今年もうちょっと見たいですね。そうですね、そうですね、確かに今シーズン、昨シーズンに比べると金子ゾーンっていう単語自体がちょっと、は
数が少なくなってしまったかなという感覚はあります。怪我もした時期があったのは大きかったですし、研究されてるっていうのがありますよね、はい、必ず2人は来てますから、縦の突破とカットインの、はい、カバーもいますし、うんうん、スパイクが脱げる、こういうこともありますか。あるんですよ、うん、こうちょうど相手がこう歩幅を踏むときに紐のところにポイントが引っかかるんですよ、はい、あ、そしたら紐ギャーってなんですよ、ギャーってあとかかと踏まれたりあれ直すの結構めっちゃきつくなる、めんどくさいですよね。羽賀さんはよく現役時代にあの若い選手のスパイクを紐をギャーってもう何重にも縛っとくんですよ、はい、めちゃめちゃギューギューですもん、はい、それをほどくの超めんどくさい若い選手は集合時間に間に合わなくて監督に怒られちゃう。はい、前半終了のホイッスルが鳴りました、うん、前半終了しまして1対1ということです。ちょっと一言ずつ振り返りたいと思いますが、真帆ちゃん前半戦見ていかがでした、はい、いやもう前半の時点で私の予想スコアはもう覆されてしまったんですけど、うん、後半はやっぱ勝ちに向けて、はい、もう行くしかないですね、うん、はい、突き進めを何回も言えるように、はい、後半も応援一緒によろしくお願いします。羽賀さん前半いかがでした。そうですね、守備のところで言うとやっぱりディフェンスラインのラインを上げるっていうところと、攻撃に関してはもうちょっと後ろのとこから追い越していくっていうところが、うん、チャンスにつながっていくんじゃないかなとは思います。はい、ちょっとそういうシーンを増やしていきたいところですよね、うん、リュウジさんいかがでしたか。本当今羽賀さんが言った通りのところはあるんですけども、もうちょっと自分たちでボールを保持しながら崩していかないと決定的なチャンスは迎えられないのかなと思ってるんで、はい、ビルドアップに対してどうこうビルドアップをプレスに対してどうビルドアップでかわしていくかっていうのは一つポイントかなと思ってます。うん、リュウジさんと羽賀さんはね、もともとの要素が2対1ということでしたから、まあ、ここからなわけじゃないですか、うん、そうです、後半戦で決めてほしいと思います。そしてこのライブ配信で突き進めコンサドーレたくさん言っていきましょうね、ハーフタイムのお時間、私たちおかわりタイムということでちょっと休憩をさせていただきますので、ぜひ今ライブ配信見ていただいている方も美味しい食べ物飲み物準備をするお時間にしてください。それでは後半のキックオフ前にまた戻ってまいりますので、そのまま YouTube ライブ配信つけていただけたらと思います。それでは後半も熱い応援をよろしくお願いします。
戻ってまいりました。さあちょっと今メンバーを見てもらいますと、リュウジさんがいません。はい、リュウジさん、リュウジさん、今日は私たちこの配信の場所をお借りしておりますイーレボさんではパブリックビューイングも行われておりまして、リュウジさんパブリックビューイングの方でこのハーフタイムはいろいろと MC もされていたようです。今戻ってまいりますので、それから突き進めコンサドーレ、あ、リュウジさん、はい、帰ってきました。お帰りなさい。はい、ただいまです。パブリックビングの方はいかがでしたか？非常に盛り上がってましたね。よかったです。じゃあ後半も引き続き、まあ、同じ会場で応援してるわけですから応援よろしくお願いいたしますね。はい、さあ間もなく後半開始となりますが、前半に続いてこの時間もですね、クラブパートナーのイーレボさんから美味しいお食事もいただいております。それではアップでお願いします。スパイシースペアリブご用意いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい美味しそうですよ。美味しそう、ね、スパイシーなお味付けということで、うん、こちらが自家製の漬け込みだれを使用したボリュームたっぷりのスペアリブ、なんとお店で一番人気の商品だそうです。なので皆さんちょっといただいていきましょうか。はい、もう焼き色がまたいいですね。早くもいやでも今回私じゃなくてハイジさんとハガさんにやってもらいたいなって思ってまして、魔法選手がリードしております。今ハガさんからいきますか。なんか見た感じで言うと焼き色がすごいいいですね。あら、あらこれデジャブ、あらなんか5秒前に聞いてる。5秒前に聞いてる。やっぱそれぞれの回線によってそうですね、リレーありますからね。はい、ちょっといただきます、ね。はい、それではハガさんお願いいたします。食べるぐらい美味しいと。柔らかい。食べましたね。今のためちょっと我慢できなくてあれって言っちゃいました。絶対我慢できない間だと思う。ごめんなさい。ラジオのスペシャリストだからやっぱり間は無理だと思う。テレビでは間が大事って言うんですよ。そうですよね。羨ましいでございますよ。それはラジオ3秒経ってしまうと放送事故になってしまうので。3秒か。間を空けるっていうことを本当にね。嫌がりますよね。そうなんですよ。なのですぐ喋っちゃうんですよ。サッカーの1対1でもそうですよ。間を空けるっていうのはやっぱり致命的なので。あ、さすが。間が大事とも言いますけどね。お、さあ後半も突き進めコンサドーレ。今遠くにあったんでちょっと取れなかったんですけども、ストロークはね短めにしておいて、はい、それじゃ大事ですよ。ストローク点数決まった時にはもう行きますからね。リュウジさん今の合図をもう一度ですよ、はい、練習しましょう。今もう一回ですね。はい、はい、後半戦も改めて、はい、突き進めコンサドーレ。では後半もですね、皆さん食べながら飲みながら、はい、そして今配信見ていただいている方は何を飲んでますか？同じ札幌クラシックでしょうか？さっきね、黒ラベルという方もいらっしゃいましたけれども、はい、黒ラベル、ね、美味しいですよね。ですよね。美味しいですね。好きです。みんな札幌製品なら何でも好きな、いやそうなんですよ、何でも好きな人たち。ソラチも大好きですよ。うん、そしてね、一緒に食べてるおつまみとかどんなものね今いただいてるか気になる。ぜひ YouTube チャット欄で教えてください。さあ後半始まりまして、まあ、前半1対1で終えました。前半戦どんな感じでしたかと振り返りはしていきましたけれども、ここからはちょっと、いやーいい、美味しかったですね今のは。こういう展開を増やしていきたいんですよ、うん、コンサドーレとしては、うん、こう相手自陣、相手陣地に相手を押し込んだ状態でセカンドボールを拾っていきたい、うんまあ、こういうところも拾っていきたいんですよ。もうちょっと前で
ハーフタイム、ミシャ監督からのコメントが届きました。ボールを動かして自分たちのペースを作っていこう、走り負けずに相手の背後を狙っていこうとのことです。まあ、河合さんが言ってたようにボール握れってことですよね。もうちょっと、うん、しっかりと握りたいですよね、うん、いいボール入りましたね。もうちょっと冷たい、上げられちゃダメなんですよ。しかし前半早かったですね、終わんの。あっという間な感じがしましたね、はい、ハーフタイムもあっという間でしたね、うん、ハーフタイムあっという間でしたね。まあ、リュウジさんはあのパブリックビューイングの方で MC もされてましたからよりそう感じたかもしれないですね。あれもう始まっちゃうのっていう感じ見てましたもん、うんうん、ヤズさんでいいのかな、 YAZ と書いてヤズさんかな。札幌ビールの微アルコールドラフティーを飲んでますとコメントいただきました。ビアルですね、今ビアル、うん、飲んだことないです。ユージさんはビアルよりアルでいいですもんね。アルがいいです。強アル。超アルで。ヒロキが結構前線に顔出してるんじゃないですかね。リュウリュウさんがその日差しまぶしいのは大丈夫ということで書いてくれたんですが。広島の？あ、日差し、そうですね、はい、今日はやっぱこういうの気になるものですよね。日差しはそうですね、気になりますけど、見た感じではそんなに強すぎってことではないですか、はい、西日結構嫌なんですよね。こっち側だとコンサート、あ、危ない、おっと嫌な、ね、攻められております。え、寄せろ、大丈夫です、ここ寄せたいですね。そうです、いいんじゃないですか。やっぱりペナルティエリア内に侵入されてるのは結構問題かなっていうのは、そこまでのちょっとプレスが弱い、うん、今のシーンなんかも下手したら、あ、オフサイかな、オフサイドディレイ取ったのかな。オフサイドに見えないんですけど、多分オフサイド取ったんじゃないですか。え、そう、危ないですね。いやー、さっきからちょっと続きますね。そうですね、これちょっと流れ変えたいですね。流れ変えましょう、はい、ということはあのワードを、あ、どなたがいきますか。突き進めコンサドーレ、ここで変えますよ。これ真帆ちゃんが言うことによってまた変わるんじゃないですか。そうでございますよ、さっき興梠選手ゴールが決まった時にはね、真帆ちゃんに合図していただきましたから。あのこエゾライブフォーエバーさんかな、リブフォーエバーさんかな、興梠選手お子さんが誕生、もう1点お願いしますと、うん、うんってお願いしたいですね。何点でも取っていただきたいですよね。集中してみました、ごめんなさい。大事です、あのもちろん試合に集中することも大事なんですけど、すごいなんかセカンドも拾われて嫌な展開だなっていうのを今すごい考えたら通り過ぎてた。お子さんのね、お子さんを生まれて おめでたいですもんね、うんうん、でもっとこう点数を重ねてですね、うん、パフォーマンスを見せていただけたらと思いますね。そして私はスペアリブの香りを嗅ぎながらずっと試合を見てたんですけれども、めちゃくちゃいい香りですね。もう食べてくださいよ、いいですか、食レポに怯えずに。あ、私は食レポに怯えてるわけではないんですよ、はい、今ね、誰か回してくれますか。じゃあこの間、この間は、はい、はい、お願いします。羽賀さんがどうですか。いや、すごい合ってますね。
どうです、まあ、味の方は。めっちゃ美味しいです。どんな風に美味しいですか。ですね、はい、スパイシーってその名前にもついてたんですけれども、はい、もうお肉の中側まで。すいません、今チャンスなんで失礼しました。はい、菅選手が狙ってきました。スパイシーで、それでこうすごいお肉柔らかいじゃないですか、はい、でこの口の中でじゅわーって広がる感じが、はい、札幌クラシックとめちゃくちゃ合うと思うんですよね。ちょっと試しに札幌クラシックも飲んでみていいですか。じゃあ掛け声お願いします。皆さんでそれでは一緒に配信を見ていただいている方も、今少し後半に入って攻められているシーンもありました。流れを変えていきましょう。突き進め、コンサドーレ。見てる人は何回やんだよって思ってる人もいますよね。あ、それは本当に今もう思われてると思います。でも前半の最初よりは良かったですね、うん、前半の最初突き進めっていうたくさんコメントいただいたじゃないですか。嬉しいことにチャット欄でたくさんいただきまして、あのままだったら危なかったです、ね、いや本当にもうずっとこれしかこの動きしか出なかったかもしれない、はい、この辺筋肉痛になるみたいな。そのパンパンで。こうやって試合を見ながらチャットでもつながれるっていうのはすごいやっぱり面白いですね。そうですよね。 N ムーンさん、2社の誕生日の集合写真に興梠選手が写っていなかったのはお子さんも誕生してたからなのかしらと。それぐらいの日程のことだったんですかね。そうですね、はい、その通りだと思います、うん、そのミシャさんならではだとも思いますし、うんうん、その外国人監督ってやっぱり家族を大事にしろっていうのはすごく言ってくれるので。そうですよね。あの私来た、あ、おいけ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 、よーっしゃー、最高のゴール。羽賀さんお願いします。突き進めコンサドーレ。なんでヒロキはあそこにいたんだろう。ライブ配信見てる方もパブリックビューイングの方も突き進めコンサドーレ。いや、ここのサイドチェンジはまず良かったし、ヒロキの動き見てください。あ、パブリックビューイングの皆さんもありがとうございます。突き進めコンサドーレ。突き進めコンサドーレ。叫んでる方がいらっしゃいます。さすが元フォワードの動きじゃないですか。本当ですよ、すごい。お、落ち着いてましたね、よく。いや私本当に宮澤選手の攻撃力めちゃくちゃ好きで、北の爆撃機じゃないですか、はい、高校生時代 の、そう、はい、見てくださいこの笑顔、最高だ。いや最高、北の興梠宮澤当たってますもんね。どういうこと。で岡村選手の追加点で 3-1、うん、なんか点数まで変わってますね。すごい、パブリックビューイング側ではもうちゃんとが流れ始めてますけれども。すごいことになってます。いや嬉しいな今のは。すごい、結構攻められてからの得点だったので、これからいい風吹きそうですよね。本当にそうですね。真帆ちゃん の突き進めから変わったんじゃないですか。はい、やっぱり私きっかけ、真帆ちゃん女神だ。今この流れ持続したいんで、ちょっとお静かにお願いします。それ言われると喋ったら大丈夫です。喋ったらダメ。喋っても大丈夫。喋っても大丈夫だけど、突き進めはまだ。まだ。まだ。待機で。まだ一旦待機。わかりました。温存しておきます。さあ後半に入りまして、またネットが揺れました。2対1札幌がリードしております。どうですかコメントは。あ、動いてますよ。あのこちらはですね、バッジョ10さん、ミスターコンサドーレゴールと。来た。その通りでございますね。珍しい、すごいいいポジションにいるんですよ、うん、今のもそうですし、ボール受けるし、前にこう推進力持って顔を出すっていうのはすごくいいですよね、うんうん、多分ヒロキナにこの試合にかける思いっていうのがすごいあるんじゃないですかね、うん、そうですね、やっぱりキャプテンとしてこう今怪我で苦しんだじゃないですか、うん、そういうところもあったと思いますし、うん、クラブのこの残留がかかった試合でやっぱ燃えてるのはやっぱキャプテンじゃないですかね。そうですよね。じゃなかったら多分普段あの位置にいないですもんね、うんうん、まあ、その後半に入って修正するポイントではあったのかもしれないですね、うんうん、宮田選手が落ちてくることによって広島のディフェンダーも連れてきてしまったのかなっていうのもありますよね、うん、いやでも本当にびっくりするぐらいの冷静さでしたね。いや俺ダイレクトで打つと思ってたんですけど、はいはい、
よくコントロールしましたね。うん、ゴール決めた後はキーパーにちょっとぶつかって転んでましたね、宮澤選手。よしさんから、羽賀さん、金子選手、てんてんてんって来てます。はい、何の話ですか。あれ、なんか記憶なくなってますか、大丈夫ですか。宮澤選手ですよ。宮澤選手で予想されてました。金子宮澤選手って言いましたからね。アーカイブ残りますので皆さんしっかりチェックしてください。最終的にはね。はい、金子選手かなからの宮澤選手って言ったんですけど、うん、ちょっと聞こえてなかったかもしれないですね。バグですね、バグ。キングピクシーさん、なぜそこに宮澤。うん、このフレーズなんかちょっと久々に聞いた気がしますね。はい、危なく言うとこでしたよね。いや言っても大丈夫だと思いますよ。いや宮沢ですから。あ、本当にそう。はい、なぜそこに宮沢。このワードで塗り替えていきましょう。ジャーコさんから何対何といただきました。2対1、札幌がリードしております。前半1対1で終えまして、今後半に入ってから1点動いたことになりますね。いけるよってルーミーさんが書いてくれてます。そうなんです。いけるいける。あ、いい展開ですからね。リュウジさんよりサポーターさん、はい、皆さんの方がエクセレントやってるな。え、俺よりやってる、はい、みんなやりまくろうかな。コールク選手。まあエクセレントもね、はい、大事なポイント突き進めと同じようなね感じでやっていいですか。はい、アイテム的にはね。ちょっと心配ですね、ボルク選手。足首かな。四つ葉さんトイレ行ってて見逃したって書いてるんで、ちょっとこのお時間使ってどんなシーンだったか教えてあげてください。はい、さっきのゴールシーンですよね。はい、ルーカス選手から、右サイドから、左サイドから右サイドへのロングパス、折り返したの誰だ。シャビエルかな。はい、シャビエル選手ですかね。あれミサさんのサッカー通りですね。本当練習通りに出たシーンかなっていうところですね。で宮澤選手が中央にタイミングよく入ってきて、フリーでしたね。そうでしたね。で多分興梠選手にね、相手ディフェンダー釣られてたんですよ。その背後から宮澤選手だったので、札幌の1失点目のようなシーンが作れたっていうところですかね。ディフェンダー1枚に対して2枚入れた、ここはやっぱり大きなポイントでしたね。うん、そのままゴール右でシュートということで点数が決まりました。はい、2対1ということです。ひろきもよく落ち着いてましたね。そう、そのこともあって、なぜそこに宮沢とかってコメントもね、いただいたりとかして。はい、ファンタジーモモさん、来週はドームへ行く予定、楽しみ倍になりそうと。いや嬉しいですね。もう最終戦が迫ってますからね。はい、今日勝って、絶対勝って最終戦ホームに臨みたいですね。うん、はい、今日決めたいです本当に。うん、決めたい。今日決めたらね、楽しくサッカーできそうですよね、最終戦。はい、まあ、清水がねやっぱりこう追われる立場上残留かかってるじゃないですか。はい、最終節まで残すんですよ。うん、そういう対決って結構こう嫌なんですよね。何が起きるか分からない。はい、やっぱりうちとしてコンサドーレとしては決めておきたい今日。うん、なんか広島もこれまでは終われないみたいな感じになってきてますけどね、今ね。まあ、逆にこれで背後ついていきたいですよね、カウンターで。はい、皆さん飲んでますか。ここに小柏選手いたら結構効いてるなって。そうなんですよね。スピードある選手がね、やっぱり背後をつけると大きいので。動き出しもいいし。小柏選手は今日メンバー入っておりませんでしたが、はい、なんかこう体の調子とか聞いてはいますか。いや、何もちょっと情報入ってないですけど、なんかトラブルがあったんですかね。うん、まあ、何事もないことを祈ります。いや、本当にそうですね。うまい。さあ、YouTube のチャット欄もどんどん書き込んでいってくださいね。スコア予想ではプレゼントのキャンペーンにもご応募できます。ちょっとここで、このプレゼントキャンペーンについてお話もさせていただきますね。こちらはですね、今ちょっと見ていただいてからでしょうかな。
イエローが出ました。ダゾンでの試合の様子見ながらぜひ私のお声だけ聞いていただければと思います。視聴者限定スコア予想キャンペーンということで、ライブでご視聴いただいている方限定のプレゼントキャンペーンを行っております。チャットに投稿します URL から応募フォームがありますので、こちらクリックしていただきまして、予想スコアを記入していただくとプレゼントが当たるチャンスがあります。2022レプリカユニフォームセカンド L サイズを3名様、こちらは選手のサイン入りです。菅野選手か宮澤選手か福森選手のサインが入っております。そしてサイン入り公式試合球1名様にプレゼント、こちらには金子選手、青木選手、中野選手のサインが入っています。さらにさらに札幌生ビール黒ラベル 350ml 缶1ケースを5名様にプレゼントです。今 YouTube チャット欄に URL を貼っています。こちらから入ってスコア予想を送ってください。試合終了までのご応募となりますので、今のうちにぜひご応募くださいね。よろしくお願いいたします。さあ、ここからシャビエルですね。右から やっぱ岡村強いですね。皆さんが注目してるだけありますね。本当に身体能力高いですし、ジャンプするタイミングもいいですね。シャビエルがすごくフィットしてますよね。戦術理解が進んだからですか。あとまあコンディションも上がってきたんじゃないですかね。本人の怪我もやっぱり怪我も ありましたし、コンディションという面では非常に上がってきた。まあ、戦術理解度もやっぱり上がってきたっていうところはありますよね。もともとでもポテンシャルを持ってる選手なので、本当迷いなく楽しくサッカーやってればあれだけの質は出せるんじゃないですか。それだけやっぱ悩むとか迷うとか結構クリエイティブな部分奪われちゃうんですよ。これどうしようかな、ミスしたらいけないなっていう感情があるだけでもうプレーとしてはキレがなくなるので、迷いなくやりきるっていうのもすごく大事なことですよね。ゼロさん、しっかり勝って最終戦をプレッシャーなく戦いたいですね。勝てば残留からのプレッシャーが大きかったように見えたのでと。本当にそうですね。今節そして次が最終節ですから、ホーム最終戦、そこのこの2戦が絶対来季のつながるところでありますよね。はい、もう本当にその通りですね。SMK さんからスコア予想来ました。1対2でコンサ勝利。お、いけ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 、ゴール前に来て、惜しかったですね。惜しかったですね。まあ、シュートでもよかったのかな。今のリュウジさんはその打ち切れっていう感じで見てました。やり切ってほしいですね。ディフェンス側からしたらセカンドボール拾われたじゃないですか。準備はできてないですね、やっぱり。まあ、そこで攻撃シュートで終わってくれたら、まあ、外したとしても一回セットをし直せるので、打ってもよかった。でもまあ青木選手がこう見えたっていうのも評価したいですけどね。あ、21トントンさん、仕事に行く時間だ。一緒に応援してくださってありがとうございました。ありがとうございました。お仕事頑張ってほしいですね。結果も気になるところだと思いますけれど、また終わった後に結果とあとこの配信もアーカイブありますので、戻ってきてからぜひ見ていただければと思います。ぜひお仕事頑張っていってらっしゃい。頑張ってください。今ちょっと狂犬出てますね。ちょっと出てますね。最近ちょっと高峰さんね、その強肩ぶり出やすいんですよね。この野上選手も結構あれじゃないですか、ベテランになってきて、でもやっぱ大事ですよね、こういう戦う姿勢っていうのは。そうですね、出しすぎちゃいけないですけどね。
程よく。程よくが一番いいです。まあ、僕と羽賀さんが言うセリフじゃなかったですね。今のは程よく戦うとか何も喋れなかった、はい、今羽賀さん入ってこないなと思ってたんですけれども誰も拾わないから自分で言っちゃいます。ああ、いいラインの高さじゃないですか、永瀬。さすがだね、ひろき。まあ、今ね、若い選手だとクリアして精一杯クリアしてコーナーキックにしたシーンは誰もいないなってひろきの中では分かってたので首をすくめてゴールキックにする、見えないところの高等技術ですね。広島では選手交代もあります。さあ、後半入りました。現在2対1、札幌がリードしている状況。今日私と、龍二さんと羽賀さんはもうキンキンに冷えた札幌クラシックを飲みながら行わせていただいておりまして、真帆ちゃんはですね、札幌産の赤ワイングランポレーの余市ピノノワール飲んでいただいております。余市ピノノワールはいかがですか。いや、本当にもう今出されてる料理全部に合うんですよ。あ、それいいですね、ペアリング大事。こっちも合いますよ、クラシックも合いますよ。合いますか。なんでちょっと悔しがってるんですか。ちょっと今の可愛かったです ね、でも、はい。で、皆さんはどんな食べ物、どんな飲み物と一緒に試合見ていますでしょうか。ぜひチャット欄でも教えてください。何をおつまみにしてんだろうな、みんなやっぱ気になりますね。それこそリュウジさんはどうですか、試合見てる時とか。僕家で飲む時はクラシックと、なんだろうな、白い恋人じゃないですかね。いや、嘘だろ。本当ですよ。そうだな、それは。それも行きますし、あと最近はやハマってるのはシューマイかな。シューマイつまみに飲んだりしますね。シューマイ結構無限かもしれないです。じゃあ札幌クラシックにもシューマイ合わせて見ていただいてるということですね。はい、もちろんです。ハイジのこれはっていうのは、あ、私ですか。はい、いや、私はそうだな、結構あの普段で言うと終わってから飲むタイプなんですよ。試合をね。いや、僕もそうですよ、家で試合中は飲まないですよ。そうなんですよ、アベス見てる時はもうちょっとじっくり見させていただいて終わった時に開けるっていうのが流れなんですけれども、でもこうしてみんなさんと一緒に集まって札幌クラシックいただきながらっていう時はやっぱり肉ですね。肉ね、いいですね。なので今日ザンギとかスペアリブとかたくさん用意していただいたので、食べながら飲んでもすごい嬉しいです。最高の組み合わせですね。羽賀さんは。俺は何をおつまみに。あんまり家で食べることはないけど、なんか昨日行った店がめちゃくちゃうまかった。クラシックはもう進んで、そう、え、どんな札幌だったし、はい、酒も、うん、っていう、それだけですね。あの、最近焼き魚には好きです。あんまり食べる機会ってなかったんで、うんうん、なんか刺身とか多かったんですけど、はい、最近焼き魚が美味しいなっていう年になってきたんだなと思って。ちょっと渋みもあってかっこいいですね。はい、今接触からでしょうか。ちょっと痛がってるな。え、真帆ちゃん何つまみに飲むんですか。ワインとか。ワイン、チーズですね。あ、いいですね。最近はなんかホルモンにハマってて。ホルモン。そうなんですよ、初めてホルモン苦手だったんですけど食べれるようになって、それがもう1ヶ月以内ぐらいの話なんですけど。本当に最近ですね。そうなんですよ、なんかハマりすぎて週に1回はホルモン食べに行くみたいな。すごい、ホルモン最高ですね。いや、本当にあのこっちの世界に、無限だね、連れて行きたいですね。私はあの趣味が一人焼肉なので。お、え、じゃあ一人じゃなくて二人にしてください。はい、仕方ないな。いっぱい連れてっちゃいますよ。ぜひ。いいですね、その二人焼肉。二人焼肉、うん。楽しみですね。そうやって美味しいもの食べながら札幌クラシックいただきたいです。
いや残り20分ちょっとですか。そうですね、今72分まで出てますかね、うん、まあ、なんとかねこのまんま、うん、リスク管理をしっかりしていきたいですね、はい、今しっかりこうボールホルダーにいけてるんですよみんな、うんうんうん、こういう展開を続けていって、まあ、蹴らせたボールを、セッターと回収したい、うん、こういうボールをもうしっかり跳ね返すのか相手ボールにさせたくないですね、うん、今蹴らせるまでは理想の展開だったんですよ、うん、今だと流してもよかったし、そうだね、バックヘッドでもよかったしトラップできたかもしれないし、クリアするんであればもっと大きくクリア、うん、だけどね言うのは簡単なんですよね、そうなんですよめちゃめちゃ簡単だから中でやってる人にとってはかなりプレッシャーかかってると思うんですよね。でも中でやってた人たちが言うからそうなんだなっていう説得力なわけじゃないですか、うん、私とかがもし言ってたら言うのは簡単だよってみんな思いますけれども、でも今選手が聞いてたらお前ら何言ってんだよって思いますよ俺も思ってたし本当ですか、何なのこいつらって思ってたよ、OB の方とか解説の方とかね、うん、ちゃんと選手はリスペクトしつつですね、うん、もちろん、ちなみにスバルさんは CRC のメガジョッキで飲んでくれてるんじゃないですかね、クラシック最高って書いてますよ、ありがとうございます、あれは1リッター入りますからね、すごいですよね、はい、金子選手次節出れないイエローの最終節は累積になりますね、ちょっと選手として気持ちとしては残念なんですよ、いやそうですよね、最終節出たいじゃないですか、最後活躍しているところみんなに見てもらって、はい、そこのシーズンを締めたいわけですもんね、今のシーンなんかは、はい、意図的じゃないのでちょっとかわいそうだなっていうのもありました、ライン低いな、ドライボール、ちょっとライン低かったね、今日フリーキック多いですよ、ね、だからちょっと曖昧になっちゃいますよね、キーパー出るのか守備が行くのかっていうのも、もう守備見てください、やっぱバラバラにちょっとライン揃ってましたね、うーん、右足が左足ぐらいでも、右足が左、右足が左足ぐらいでもよかったよ、ね、左足ペナ踏んでる感じじゃないですか、もう今日う、ね、うん、多分真帆ちゃんのワードでは左足ペナ、右足ペナ覚えましたね、はい、覚えました、真帆ちゃんどうですか、ここまで見てきて羽賀さん、龍二さんに聞いてみたいこととかお自分が思ったこととか何か伝えたいことありますか、見てて思ったこと、うん、なんだろうな、なんか今見ててっていうか、こう自分がイエロー仮に累積でも結構溜まって持っちゃってる場合ってディフェンスとかするときにどう変わるんですか、感情的には。変わりますね、だいぶ変わりますか、いや、いい質問ですね、エクセル、いや、俺の、あ、どうぞ、ごめんなさい、いや本当にね、やっぱり次出れないって思うと、はい、ちょっと甘くなってしまって、1枚もらったら間違いなくちょっと緩くなっちゃいますね、はい、あ、そうなんですね、退場はやっぱり怖いので、はい、ここで手引っ掛けて退場するよりは、やっぱりちょっと間合い開けて、はい、リスク管理してしまうので、その辺はちょっと1枚もらってるのはもらってないのとは違いますね、で累積もやっぱり考えちゃいます、あ、そうですね、あと1枚増えたらっていうところがこう、はい、でしかも4枚もらってもう1回累積してるのにもかかわらず3枚目もらってたら、はい、さらに2試合なんですよ、うん、3試合出れないことなんですよ、年間、そうなるとやっぱりその間にポジションを失う可能性もあるので、はい、そういうところではやっぱりすごく考えてました、あ、そう、今ちょっと後ろの方だと岡村選手が今イエロー持っちゃったので、ちょっとプレー変わってくるかもしれないですかね、変わってきますね、やっぱり退場 PK っていうのは怖いので、普段ガッツリいけるところはちょっと一歩引いちゃいますよ、難しいですね、そうなんです、でその判断が命取りになって入れ替わる場合もあるんで、で最悪はそれで PK で引っ掛けて、はい、一発レッドで3枚は残したままなんですよ、はい、最悪です、いやちょっと考えるのやめましょ う, もう大丈夫です、大丈夫です、今日いいことだけを考えて臨むのが応援です、流れ変えてください、はい、流れ、そう、あの今キムゴニ選手、スパチョーク選手途中出場ありまして、そして今話していたイエローカードが出たわけですけれども
ちょっとたまには激しくなってますかね、うん、そうですね、はい、お互いやっぱり負けられない一戦ですし、はい、そして高峰選手がキャプテンマーク巻いてますか。そうですね、はいはい、宮澤選手と郷仁選手が変わったのかなですよね。いや、うん、うん、これでもちょっと危なくなりましたね。あのラッキーだと思ってます、でも VR もしかしたら入る可能性は、うん、足裏で足首ぐらいにいってるから退場かなと思ったけどイエロー出たから、うん、おーすごい3枚替えですか。うーん、広島3枚ですね。さてもう後半もここから終盤戦に向かうわけですけれども、15分ぐらいですよね、はい、ロスタイム入れたら。どうですか前半戦終わるとき、まあ、ハーフタイムにも、ね、お言葉いただいたりもしましたけれども、リュウジさんこの後半戦の戦いというのはいかがでしょう。まあ非常に修正できたんじゃないですかね、うんうん、ハーフタイムで宮澤選手の立ち位置がポジションがすごく良くなったし、うん、こうボールも保持しながらでプレスもしっかりかけられてるんですよ、ボールホルダーに対して、はい、まあ、ちょっとディフェンスラインまだ低いかなっていうのはあるんですけど、今のところすごくいい流れではありましたね、うん、はい、宮澤さんにしっかりキャッチをしていただきました。危ないシーンではありますよね。そうなんです、やっぱりこうペナルティーエリアに入ると侵入されると怖いですよね。うん、さあもう間もなく試合もね残り10分というところで、チームへの応援メッセージをここからチャット欄にて募集したいと思います。今配信見ていただいているあなたはぜひチームに今応援メッセージを届けてください。私の方で読み上げていきますのでどしどし書いてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。そのメッセージが力になりますからね。そうなんです。あれ高峰選手釣ったのかな、うん、あ釣ってますね、うん、ちょっとやっぱ暑いのかもしれないですね、うん、あっちは水分がこう抜けていくと釣れたりすること多いですかね、うん、はい。釣ってできる選手とできない選手がいるんで、へー、だいたいなんか釣ったら交代っていう感じですけど、釣ってもできるっていう人もいるから、はい、そうすると、まあ、交代枠1個使わなくていいんで、うんうんうん、ラッキーっちゃラッキーですよね。あ、なんか私それはその釣るその、まあ、なんていうんですか、釣る強度というかもう本当にしんどいっていう方が交代してて、釣ったけど動けるよっていう感じの強度が弱いみたいな感じで交代してないのかなと思ってたんですけど、うん、やっぱ人によって感覚が違うっていう方が大きいですか。筋肉の質とかも違うし、へー、あとプレー面でこうあれじゃないですか、スプリントが多いポジションっていうのはちょっと厳しいかもしれないですね。はフォワードとかね。何で1対1なんだろう。杉様、杉様、杉様、杉様。いやー、まだよ、まだよ、まだよ。いやー、スーパーセーブでしたね。というよりは、なぜああいう状況を作られたのか。そうですね、あんな1対1攻められてっていう状況ですもんね。すごい盛り上がりを見せますね。はい、ようこわた0516さん、すげーさん、すげー、次郎さん、すげーのナイス、若菜さん、しびれると、すげーの様でございますね。いや、今がやっぱり本当に決定的シーンでしたね。うんうん、本当危なかったですよ、うん、はい、あのパン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 さんっていう方がいて、多分アカウントのその
写真パンなんですけれども、はい、残留してくれって書いてますもう願いが願いが応援メッセージに、もうそれしかないですよね今、本当その通りですね、応援メッセージですね。高博さん、本日で残留決めましょう、行けコンサドーレ、もうメッセージありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ行きますからね。さああと10分ちょっとですね。相手陣地入りたいですね。そうですね、はい、でなおかつやっぱりリスク管理、さっきみたいに1対1のシーンを作られない、しっかりとリスク管理をしておくのは大切かなっていう。結構なんか前目はプレッシャーかけてるからいいのかなと思うけど、うん、後ろがちょっと疲れてるというか準備が足りない印象があるかな。まあ、これは確かに菅選手本職ではないっていうのもちょっとポイントかな。いや福森選手もいい入り方してるんじゃないですか、うん、ここからもうプレッシャーかけていきたいなっていう、うん、今もう人数的に揃ってますからね、揃ってるから。うん、黒カラスさんでいいのかな、ね、ファイトコンサート、熱くメッセージをいただいております。セカンドどう拾うかですね、うん、カカオデショコラさんは We are 札幌って書いてるのはきっとちゃんとが聞こえたんですね聞こえてるんでしょうね、はい、気持ちは同じですキム・ゴンヒ選手いいですもんね。いいですね、うん、非常にボールを持って落ち着きがある選手、強いしバイタルエリア、そのペナルティエリア周辺でボールを持てるんですよね、うん、非常にいいプレイヤーです、まあ、キム・ゴンヒ選手とスパチョーク選手加入してからっていうところではもうすごく活躍見せてくれてますよね。はい、スパチョーク選手なんかもねスピードすごいありますし、いやこの時間一番きついんですよやっぱり。そのきつさっていうのは残り、まあ、体力的な面ももちろんなんですけども、はい、広島としては1点取りたいじゃないですか、圧力相当かけてきますよ ね、 そ、 うですよね。やっぱりその勢いに負けないような、うん、こうひっくり返せないけどカウンターも狙っていくといいですよね、はい、うん、油断は禁物、これはもちろんですけれども、このまま試合が運んだらですね、龍二さんも羽賀さんもスコア予想としてはバッチリですよね。あ、本当だ。いや、まあ、サッカーこれからですから私はもうこのままきっと動いてくれると。よし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 、いやこれ変わりは決まったかな。菅野様でしょう。なんで分かったの。いやいや分かるですよ、分かるですよ。でも日本語が変になっちゃってるのも分かるでしょう皆さん本当に。ちょっとずれてきてますよね、やっぱりサイドの、うん、サイドからのクロスに対してやっぱり圧力あるんですよ今広島が。疲れもあるし圧力もあるし、うん、そうだから今ね、龍二さん、阿賀さんが話してくれていたそこのこの時間の怖さっていうのが出てきちゃってるわけですよね。はい、ちょっと伸ばしていきたいですね、相手陣地に。しっかりとボールホルダーには行くことで、うん、チャレンジャーのカバー、一人がボールにアタックしたらカバーする、うんうん、まあ、これ鉄則なんですけども、うん、改めてそれをしっかりやること、うん、笛が鳴り終わるまで絶対もう試合って分からないので、しっかりとそのポジションを愚直なまでにやり続けないとやっぱ勝利っていうのは 見えてこない。うん、305さんからですね、今は前から行くべきですか、重心を後ろに置くべきですかという質問がありました。もうすごいクロート的な。俺は前からですね。僕も前から。おお、意見は一致。行かなかったら多分ずるずる下がってペナに近くなっちゃうん で、ね、うん、事故が起きるから。へー、今いい状況ですよね、センターフォワードいい状況なんで、ただ前から照らせない状況を作った方が、はい、いいかなっていう。ヨッシー赤黒サポーターさん、残り15分ぐらいは長く感じると。そうなんですよ、ね、さっきのハーフタイムは短かったですけど ね、 だから見てるんだ。ハーフタイム15分ありました。これが今いい、同じ15分とは思えない。うん、これ弾いてセカンドどれだけ拾えるかですよね。でどれだけ時間をか、ああ、やっぱ拾われちゃってますもんね。ちょっとやっぱ厳しいですよね。こう押し込まれる展開が増えるときついですよね、精神的にも。
どっかで時間作りたい。そうなんですよ。ドリブルで時間作りたい。ここでもライン上げたいし。上げたいですね。多分上がってんのかな。青木選手なんか今いい顔の出し方しましたけど。もうちょっと。天栗さん、天栗二郎さん、広島で赤黒のコールが響くと。前に運びたいな。勝利を迎えて、もっと大きなコールでね、みんなで歌いたいところですね。このままだとちょっと厳しいですね。厳しいと思う。辛いと可能性はありますね。守ってる方としては辛そう。ベンカリファ相当強いですね、フィジカル。後半終盤でもうそろそろアディショナルタイムに突入してということですけれども、もうちょっと高くてもよくない？こんだけ遠かったらもっと上げてもいいかもしれないですね。アークでいいと思うんだけど。ペナルティーアーク、左足、ちょっとこの時間になってくると私がこの集中してしまってるのはなかなか言葉がなんかクリアするここはね、もう本当プレッシャー生き続けることは大事ですね。繋いでった方がいいかもしれないね。やりきることですね。ああ、やっぱいいですね。もう打ち切って、いけ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 、ここプレッシャー行きたいですね。ナイス、やばい、やばい。サイドでいいな、サイドでいいね。外でいいんじゃない。手汗がもうやばいです。武者さんのサッカー的なもう少し今のシーンなんかもね、金子選手どう時間を使うか、サイド、まあ、攻めることを選択しましたけど、後ろとしてはサイドに持っていった方がありがとうっていう感じ。敵にとって何が嫌なのかっていうのも大事かもしれないですね。あ、こういうボールが来ると、まあ、処理だけ気をつけたいです、はい、もちろんやらせたくないです。頑張れ。現地に行ってるサポート、こういうインスイングのボール怖いですよね。足りないの。あー嫌だな。さあ、まもなく90分アディショナルタイムも表示されます。そうな、わあ、5分もあるんですね。結果だけ見たらだけど1でもいいんですもんね、勝ち点ね。そうですね、はい、勝ち点1になる、勝ち点1以上で J1 残留確定では、はい、まあ、時間をかけていきたいですよね、はい、少しでも5分。いや、でもああいうボールが来るとすっごいラッキーと思います。うん5分か。30秒あれば得点できると言われてますから、はい、ここ時間作ってほしいな。そうですね、まあさすがですよね。あ、釣ってる、さすがですね。釣っちゃった、釣っちゃった足釣っちゃったみたいなとこありますよ、ね、これはね、杉野選手のもう一つの技でございます。さすがです、さすがです。足釣っちゃった、釣っちゃったね、釣っちゃった、釣っちゃった。キーパーって経験で大事ですね。いや、そうですよね、このベテランだからこそすごいと、ここまで堂々とできるっていうのも、この状況でここまでやれる人ってあんまりない、素晴らしい。いや、かっこいいな、こんなに堂々と肉離れかもしれないぐらいにやってますね。短歌来ますよね、きっと。キーパー変わるんだ、うん、え、ガチですか。ガチのやつです。ガチのやつですか。でも笑ってる、ギャグだと思いますからね。え、まあ、交代役残した上で最終的にこういうベンチワーク、あ、降りた、あ、歩いて、歩いて交代には向かうという感じですかね。本当のちょっとベンチワークなのか後で聞いてみます。はい、これはちょっと楽しみですね、はい、結果というか、はい、怪我してたらちょっと今の言い方申し訳ないですけれども、そしたらかなり、でもその控えの選手にこの場を一つあげるという形かもしれないですし、スローイン返すかどうかっていうのも、大谷選手、まあ、返さないとやっぱり、ね、だどうだろう、これをどうしていくかっていうのはちょっと、なんていうんですか、フットボール界でも自分たちの都合で出すんだったら返さなくてもいいのかなとも思うし、返すんだ、でもこれさ、高額かかってるチームだったらどうする、
あどうしたらいいっていうのはやっぱり、うん、個人的には返したくないですよね。むしろレフリーが決めてほしい。ああ俺がその監督であれば返せっていうか、うん、こうやっぱ自分の信念を曲げてまで、自分の信念を曲げてまで勝とうとは思わないのかな。いやでもやっぱりトラップちょっと外側行っちゃいましたね。解説の方と同じような感じで、そうですね、外側にね流れてしまって森崎さんですよね多分あの森崎ツインのリンクしておりますね。あそこで逆取れたらまた違った。もうここでいいですね。もうそうですね、これでいいですね、逆にチャンスになったっていう。キープもそうですけど、金子選手のドリブル効きますね、ここで。そうですね、すごい。でここで囲まれたら逆サイド行くぐらい、こう、いなすって、相手のプレッシャーを剥がしていくぐらい、できたらいいですけどね。まもなく94分ということは、まあ1分経ってからの。30秒、あと30秒切んないと。そうですよ。あの福岡戦のような悪夢ありますからね。本当にそうですね。必死でしょうねみんな今、はい、やはりここで、ね、気持ちみんなこもってるわけですよね。こもってます ね、 ね、まあまあ、時間考えたら広島の勝利っていうのは、まあ、厳しいと思うんですけど、うん、まあ、勝って終わりたいですよね。いや本当にその通りですね。勝って残留決めたいです、うん、それが来季につながると思いますし、はい、そして気持ちよく最終戦を迎えたいと。はい、いいんじゃないですか。つないできますね、うん、ここでボール行きたいですね、しっかり、はじけ弾けば弾いて終わりじゃないですか。祈る集中頑張れとコメントいただいてます。このセカンドも拾えるぐらいね、やっぱり押し上げていきたいですね、うん、ラストだ、よしラストだぞ、よしラストラスト、ちょっとここから戦術とかいらないです、頑張れ、もう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 頑張れ、突き進め、突き進め、頑張れ、突き進め、コンサドレ、コーナー突き進め、コンサドレ、やばい、今慌ててマイクこれイヤホン飛びそうになった最後ですね、弾いて終わりだね。キーパーも来るかな、これ佐藤選手も守る守る守る、来ないんだ、本当だ、あ待って、いや大谷選手いいんじゃないですか、よしよしよし、大谷選手もしっかりアピールして鳴らして笛、終わりだな、もうなるんじゃないですか、笛笛、レフリー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 、もうワンプレーかな、ナイス、どうだどうだ、まだならない、まだならない、早く早く蹴って終わり、よっしゃやった、これは嬉しいな、すごいパブリックビューイングの皆さんも、いや本当に嬉しいすいません、あのハイジが今歓喜の涙を流しておりますので、ちょっとお待ちください、いやだってね、嬉しいですね、いや嬉しいです、本当に本当に涙涙の突き進め、関西ダーレー残留おめでとうございます。ありがとうございます。残留決まりました。残留決まりました。突き進め。コンサドーレ。いや本当に。ね今。これは。ずっとつらいね。YouTube の配信したからね。いやもう。いやもうハイジの涙でちょっとホッとして、俺もちょっとうるうるきそうだ。もう毎試合毎試合この気持ちで J1 残留っていうところでもずっと。そわそわしてたので、もう安堵の涙です、これはもう本当びっくりしましたね、いや
ハイジの涙結構レアかもしれないです、ね、いやもう仲間ですからね。いやそれだけね一緒に戦ってくれたとこですし、本当に今日決まってよかった。いやよかった、これで本当月刊コンサドーレに書くネタできましたできましたねこれ。ありがたいです。また勝ったからまたありますねこれ。その通りなんですよ。やったすごい。来期もこれは来期もこれはよろしくお願いします。なかなかレギュラー化しないんだけど、毎週レギュラーじゃないですかさあということで試合終了。今日私たちが場所をお借りしています配信場所、イーデボさんはですねパブリックビューイングも行われていたということで、もう盛り上がり熱が一緒にねすごいんですけれども、試合終了2-1、北海道コンサドーレ札幌の勝利、そして J1 残留確定となりました。皆さんおめでとうございます。それではあの今日ね楽しくお送りしてくれたこの皆様に感想を聞いていきたいと思いますが、試合の感想を聞いていきたいと思います。リュウジさんいかがでした？いやもう本当に、まあ、選手点は非常に大きかったですね。あの前半1対1になってしまったんですけども、後半しっかりと修正してきて、しかも決めたのが我らがキャプテン宮澤博輝ですよ。こんなドラマないですね。本当に嬉しく思います、はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。おめでとうございました。羽賀さんお願いします。まあ試合的には五分五分だったと思いますけど、まあ博輝が決めたっていうのはすごく感慨深いところで、可愛い CRC の魂が受け継がれてんじゃないかなと、キャプテンとして思ってます。まあ俺から始まって可愛い宮沢で、まあ続いてんじゃないかなと思ってます。めちゃくちゃ笑ってますよ横でリュウジさんが。その通りですね。その通りですね。ヒロキのインタビューとかも出てます。ね、ダゾンでは今宮澤選手のインタビューが流れておりますので、ぜひ宮澤選手のインタビューも皆さん聞いていただきながらこちら配信にもお付き合いいただければと思います。この後プレゼントのお知らせもありますからね。さあ真帆ちゃん、はい、試合いかがでしたか？いやもうずっと緊張しっぱなしの試合だったじゃないですか。もう手汗わかる、やばいんですけど、ちょっともう今誰とも手つなげない状態ですよっていうぐらい暑かったですし、はい、きっと現地に行かれてた方もこのダゾーン通してる方ももちろんパブリックビューイング参加してる方もみんな同じ熱量で見れた、うんうん、私たちももう楽しくなっちゃってもうイエーイとかしかなかったじゃないですか、うん、もう本当にこの環境で見れたことは本当に感謝してます。そうですね、一緒にお付き合いいただいてチャットもたくさん撮って、はい、書いていただきました。本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。あの勝利の喜びもありますし、その感謝の気持ちも込めまして、今日2回目の芸家、あ芸家じゃない、もうちょっともうわけわかんなくなってもう何嬉しい涙なんて言ったのよ。あの豪華、珍しい配信、豪華景品って言いたかった。芸家って言ったの？原価原価いくらあってもうこれだけねハイジが、ね、本当にもう喜んでる、はい、その証拠だね本当に。豪華景品って言おうとしたんですこんなハイジ見れないですから皆さん、今日だけですよ。広島に行ってる人たちも、いやで現地のサポーターさんも本当にありがとうございました。深井も良かったですね。深井も怪我しちゃって、はい、来年復帰してほしいですよね、うん、どうにか。いや最後までこうやって深井選手のユニフォームを掲げてくれているのもすごい熱さを感じますね、うん、さあそれでは芸家ではなくて、はい、豪華景品第2弾のお話をしていきたいと思います。2つ目のキャンペーンはですね、突き進めコンサドーレ豪華景品キャンペーンということで行ってきました。でこちらはですね、ライブ配信が終わった後にご視聴いただいた方でもご参加いただけますので、お友達、サポーター、仲間の方、ちょっと今日お仕事で見られなかったという方もいらっしゃると思います。アーカイブ残りますので、ここ見てねってぜひお伝えください。これから発表するキーワードを知っている方だけが応募できるキャンペーンとなります。このキャンペーンは最終節のキックオフの予定時刻であります11月5日土曜日午後2時まで、
YouTube の概要欄にありますスターカンパニーの応募専用フォームからのみご応募が可能となっていますので、ぜひご参加お願いしますね。さあ、それでは気になる豪華プレゼント先に発表いきましょう。どうぞ。じゃじゃん。2022レプリカユニフォームセカンド L サイズを2名様に。こちらには深井選手、青木選手のサインをそれぞれ入れてプレゼントいたします。そして札幌生ビール黒ラベル 350ml 缶1ケースを5名様にプレゼントいたします。札幌戦太っ腹よっ、よっ、ありがとうございます。こちらは改めてお伝えしますが、 YouTube の概要欄にありますスターカンパニーの応募専用フォームからのみご応募が可能となっています。こちらからキーワードを入れていただくんですが、応募に必要なキーワードをこれから発表しますので、今日はリュウジさん、長くてもいいんですかこれ。え、長く短い方がいい。あれしかないでしょう。やっぱもうあれですよ、なんだろう、あれしかない、あれしか。リュウジさんに今日はキーワードを決めていただくことになっておりますので、かけた時点で発表となりますが、羽賀さん、まほちゃんはキーワード予測つきますか。いや、もうあれしかないですよ。あれかなっていうのは。え、なんでだ。あれ以外だったらちょっと違うなって。私も自分の意見としてあるんですけど、長くてもいいんですかって言われたんで。いや、まあちょっと自覚が多いじゃないですか。あ、まあ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 、うん、自覚は、え、2文字目ですよね。え、まあそうですよね、そうですよね。私の中ではそのつもりだったんですけど。これでいいでしょうか。それではいきたいと思います。リュウジさん、今日のプレゼントのキーワードお願いします。はい、キーワードはこちらです。我らがキャプテン宮澤ひろき。ひろきひらがな。なるほど。ひろきひらがな。ひろきはね、あのカタカナのねーみたいの書いて、ね、はい、で、樹木の樹かな。熱くなっちゃった今。そう、あって長くは書けるよ、書けるよ。長くなってもいいっていうのは、我らがキャプテンがついたってことですね。我らがキャプテンつけない方がいいですか。つけた方がいいですよね。いいですよね。では今日のプレゼントの応募キーワードは、我らがキャプテン宮澤ひろき。こちらで、ひらがなじゃなくて、あ、いえ、ひろき選手ね、漢字でも OK です。ひらがなだったらなおよし、見てる人だけだから、うん、なおよし。ひさんき、ひさんき、ひさんき、あ、数字の3に見えなくもないっていうね。こちらです、お願いします。はい、我らがキャプテン宮澤ひろき、今日はこちらですけれども、あの宮澤選手と言いますと、実は第1回目8月に行ったこの配信のキーワードの選手でもありましたよね。えやだ、怖い、怖い、やだ、急になんかすごいおばさんみたいなリアクション取っちゃう。怖っ。やっぱりまあキャプテンだからというのもあるんですかね。そうですね、こういう時に、名前が出てくる選手、本当にキーマンであります。さあ、キャンペーンの応募期間ですね、11月5日土曜日午後2時までとなっています。皆さんぜひご応募お願いいたします。さあ、それではもう名残惜しいですけれども、皆さんとお話をできるのも最後の時間となってきました。今日はダゾーンで観戦をしながら皆さんと一緒に応援をしてきました。このコンサドーレライブいかがでしたでしょうか。ちょっと試合については先ほどね、皆さん振り返りいただいたので、はい、ライブ配信についての感想をいただきたいと思います。じゃあ、まほちゃん。はい、本当に楽しかったです。なんか直接話せてるわけじゃないんですけど、チャットを通して皆さんの意見が聞けたり、あとこんなね素晴らしい面々の方と一緒にできて私は光栄でした。最終節勝ってね、気持ちよく今季終えましょう。ありがとうございました。本当ですよ、ありがとうございました。羽賀さん、お願いいたします。まあ、今年に関しては2回だったんですけど、でそれで2回やって2勝なので、来年に関してはなんか全試合やっていただけるってことで、全試合。まあアウェーの日は開けておこうかなと思って。羽賀さん、それは勝ちますんだよね。うん、私今までこうスターカンパニーさんにお世話になって勝利に導いてもらってるのかなとも思ったんですけども、羽賀さんなんじゃないかなって。あ、うっすら。はい。いや、かなり俺濃く感じます。ご自身でね。なのでちょっと来シーズンからも。一緒に2人でアピールしていきましょうね。レギュラー感あるのかな。期待してますよ。レギュラー感あるのかな、うん、次キャプテンマークつけてこようかな。我らがキャプテンね。はい、羽賀選手、羽賀選手って言っちゃった。羽賀さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。リュウジさん、いかがでしたか。いや、もう本当にまず残留を決められたっていうのは、はい、勝利でね、こう終えられたっていうのは非常にね、
嬉しいし、もうホッとしてます。そしてこの YouTube を通して皆さんとこう交流できたのはやっぱり嬉しく思いますし、はい、なんだろう、もう本当にホッとしてる。そうですね、本当にホッとしてるって言葉が一番合うかもしれないです。今やっぱりこの空間を、しかもこの皆さん、パブリックビューイングもそうですけども、皆さんと共有できたっていうのは本当に良かった。なんか最高の日だなって思います。そうですね、この後も札幌クラシック進みそうですね、はい、進まさる、飲まさるやつだねだって試合が終わるまで我慢っていう方もいらっしゃいましたからね。はい、飲まさるね。はい、ちょっと最後は皆さんで飲まされたいと思うんですが、その前に最終戦のお知らせも私からさせていただこうと思います。はい、2022シーズン最終戦、11月5日土曜日です。札幌ドームにて明治安田生命 J1 リーグ第34節、北海道コンサドーレ札幌対清水エスパレス、オフィシャルトップパートナーダイヤモンドヘッドによるサンクスマッチ、2022年テレビアニメゴールデンカムイ北海道コンサドーレ札幌サポーテッドバイダイヤモンドヘッドを開催いたします。スタジアムにはキャストの皆様も来場していただきまして、さらには来場先着2万名様にはダイヤモンドヘッド株式会社様からオリジナルのタオルマフラーもプレゼントです。他にも最終戦ということで嬉しい楽しい企画盛りだくさんとなっております。ぜひスタジアムでお会いしましょう。さあ、私はですね、最終戦、勝って終わるまで泣かないと個人的には決めていたんですが、まあ、MC もしてながらちょっと涙を流してしまいね、大変申し訳ございませんでした。最終戦まで応援一緒に突っ走っていきますのでよろしくお願いします。さあ、それでは最後はですね、皆様今日は一緒に何度も何度も掛け声いただきました、あの言葉で締めたいと思いますので、いや、そんなそんなそんな、それはもう、じゃあ俺行きます。じゃあ俺が行きます。じゃあ俺行きます。どうぞどうぞどうぞ。なっちゃうからちょっともう一回やらせてくださいじゃあ俺行きます。あ、俺行きます。はい、じゃなくて皆さんで言いませんかせーので行くんで、皆さんも見ていただいてる方も突き進めコンサドーレを全員で言いましょうよ。そうしましょうか。これが最後ですからね、はい、ありがとうございました。今日の勝利に突き進めコンサドーレ。最高でした、ありがとうございました。ということで、ちょっと最後のご挨拶だけさせていただきましょう。今日のお相手はハイジと CRC 河合隆二とハガと木村真帆でした。ありがとうございました。最高。イエーイ。